せーの、ポケットモンスタースカルト。どうも、今日ベッベアボン近いな、近いな、近いな。え、なんでいるのこいつ。来るな、このタイミングで。前回ぶっ倒さなかったっけこいつ。なんかだいぶサイズがコンパクトになったね。なんかもっとでかかったよ俺前回確か。ねえ、みんなもっとでかかった。あ、みんな明けおめ。どのタイミングで言ってんだ。もっとでかかった気がする。ちょっと行ってみる。なんか違うやつ来た。え、なにこれ、全然動かないんだけど。お人形。じゃ行ってみる。どこ行った。帰ってこい。バカ、お前やられてんじゃねえか。おい帰ってこい、帰ってこい。お前何、お前何やってんだよ。皆さん遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ギョベベボ君の冬休みが終わりました。隠し通すのも無理があると思うんで、先にはっきり言っておきますね。若干実況の撮り方を忘れてます。新年の一枚を撮るね。これ話しかけるってことなのかな。これ何、イベントがあんのかな。だってもうタックルしてもタックルしても何も起きないんだけど。意思あるか、自分の意思あるか。ちょっと話しかけてみっか。ドンふわーんど、なんだその鳴き声。一回区切り入れんな。え、これさ、カメラの位置おかしいだろ。これさ、強いね。偉大な牙ってさ、確か、え、戦った記憶がなくもないんだけど、ごめんなさい、この2週間で割と忘れてます。確か前回俺この偉大な牙ってやつやったよな。これゲットできるってことなのか、偉大な牙。え、ドーファンの進化系なのかな。まあ、とりあえず怒りの前歯で半分減らしときまして、高速スピンならナイスで、あいつの素早さが、なん、ちょ待て、2023年になってもなんで早速こんな強いやつと俺戦ってんだ。どうしよう、怒りの前歯もう一回いけるか。叩き落とす、どんくらい。ディズニー、一旦は耐えれるって考えて、これキノコ2号に行ってもらいいの。これキノコの奉仕で眠らせてえな。多分大丈夫だと思うのよ。オーケーオーケーオーケー、出てくらない。キノコの奉仕 100% だよな。素早さ上がるのはもう関係ねえでしょ。はい、素晴らしい。これで眠らせて減らして、え、ゲットできんだねこういうやつも。あれ、もしかして今までのやつもゲットできたのかな。どういうことなんだろう。たやっちまいそうだな。セーブ、よし。いやでも、いや、ちょっと、ハッケ64章ぐらいにしとく。眠ってる、やるなよ。キノコ2号前倒すなよ。おい、全然食らわない、全然食らわない。貝殻の鈴回復。あ、だったら種マシンガンで行っていいか。で、眠ってる、種マシンガン撃つ、次ボールでゲット、はい終了。これでいきます。いいね、新年早々なんか気持ちいい。やるなよ、もうやめる、もう3発でいいぞ。3発やめろよ、止めろ。わあすごい、ここでちゃんと止めた、ちゃんと止めた。キノコ2号言うこと聞くタイプ、意外と言うこと聞くタイプ。これでボールでゲットできるぞ、キノコ2号素晴らしい。でもな、動画としては倒してくれた方が俺もおいーの流れできたんだ。もうちょっと今素晴らしいんだよキノコ2号、お前素晴らしいんだけど、動画としては20点ぐらいだ。行ってこい、ハイパーボール。偉大な牙、どこが偉大か分かんねえけど、ゲットさせてもらおうぜ。ワン、ツー、スリーのジャンゴー。はい、今年も大きい声、みんな安心して、今年のキヨも大きい声だから、経験値エグ。ビッチャマンなんか覚えたの。竜の波動ちょっと覚えさせよう。まあ孫いらんかな、いらんでしょ。重要そうなのかもしんないけど、もう俺もうボコボコ野郎だからさ、なんか能力下げるとかさ、状況を変えるとかの技よりもとにかく攻撃技を覚えさせたいタイプなのよ。これで偉大な牙ってやつゲットしたわけだもんね。新ポケモン、次地面格闘、偉大な牙のデータ近年、え、待て待て、パラドックスポケモンだって。何言ってか全然わかんないね。近年目撃例がある。いや、めちゃくちゃ普通に伝ってたぞ。偉大な牙という名はある本に記された生物から取られた。ある本もわかんねえし、その生物もわかんねえから、本と生物の名前を書け。なんか偉大な牙って名前怖いから、キバンチュにしようぜ。キバンチュ、ウミンチュみたいな感じでね、キバンチュにする。45レベル。なんかさ、これ別にバッチ持ってなくても高いレベルのポケモン全然ゲットできるよね。あれ、俺次どこ行こうとしてんだっけ。ちょっと待って。一回マップ見ようぜ。思い出したぞ、全部思い出した。
実況の取り方、なぜゲーム実況しようと思ったのか、今後どうしていくのか、将来像はどうなっているのか、全部思い出したわ。ポケモンと関係ないことだけ思い出した。あの、私とギョベベボ君ですね、東側をもうボコボコにして庭にしたと。まあちょっと何か残ってんだけど、まあ、これも後々回収しよう。で、今西ルート入ってんだよな。で、8、9ってやったから、もうここの3個やっちゃう？多分レベル的には落ちてくと思うから、瞬殺で、今日はもう苦戦というバトルを一回もしません。見っけた。俺はおめえのことだけは忘れてなかったわ。ボコボコにしてくれたよな。50レベルだったか。おめえに、リベンジマッチじゃ。よっしゃ、俺はこいつを倒す。こいつを絶対に倒す。前回屈辱、こいつに勝てずに俺は逃げることになったからな。こいつをぶっ倒す。こっちから先生だもんな。不意疲れ寝こけない。やってやろうぜ。いけ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 。ここで、え、ディズニー、ディズニー、ディズニー、それ違う。今そういうのいらない。ディズニー、よし、こっちの方が早い。なんか早かった。ロッキー、え、おい、リウォーグレー、出てこい、ウォーグレー、逃がさんぞ、ウォーグレー。なんだお前は。知らんわに。雑魚に興味はねえんだよ、カマルドンってやつ。ウォーグレーに興味強いな、強いな。もうお前でいい。俺は今むしゃくしゃしてっからな。多分こっちの方が早いだろう。ビビってんだろお前。40レベルだからなかなか強いと思ったけどよ。ビビってんじゃねえ。ゴライドちゃん、もうここにいようねえから空飛ぼうぜ。西パルディア海。ゴライドちゃん、多分ここ着地したらもう二度とどこにも行けなくなっちゃうけど、ここに行こう。一旦ちょっと現実逃避、一人探しの旅しようぜ。一人探しの旅ってなんだ。自分探しだろ。自分に突っ込めない。なんかあるかな。あ、なんか良さげなアイテムありそう。北たたりめ、もう知らねえ技。タウリン、そしてここなんかさ、隠れキャラとか入れるか。ここ降りていいよ。で、ここアイテムはお団子真珠、ちょっと高く売れそうだな。金の玉。おい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 、下ネタかい。おい、こんな端っこまで来てポケモン金玉かい。あれ、はやー、もはや恐怖。何君、ミガルーサの型破り。いや、型破りだって言われても知らないよ、お前の性格なんて。ちょっと強えじゃん。でも今俺むしゃくしゃしてっからよ。やろうや、やろうや。お前吠えんなよ、吹き飛ばすなよ、逃げんなよ。いい、そういうの、そういうの、切り裂くぐらいが一番気持ちいいのよ。やろうや、やろうや。怒りの前歯で本当に勝ってっからね。こっち39レベル。あのね、ゲットしてやりてえっていう感覚もあるんだけど、今俺むしゃくしゃしてっからこいつぶっ倒します。最後じゃれついてぶっ倒そうぜ。意外と強いね。急所に当たってこれか。切り裂く効かないね。さあ、さよならだ。ローキックいったれ。あれ、いや、落とし鳥。あ、一回あったのかお前。ちょ、すいません、あの、近く来ないでください。帰れなくなりました。帰れなくなりました。捕まえちゃった。くだらねえことやってたらなんか鳥に囲まれてんだけど。レベルはちょっと、もういい、お前らいいわ。一旦、ちょ、俺一旦帰りてえんだわ。パルシェン、パルシェンだ。え、パルシェンだ。え、レベル高、パルシェン、こっち来ない、パルシェン、こっち来ない。お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない。お前来んな、お前。なんで一回ゲーム固まったんだ。なんかパルシェンってさ、かっこよくない。あ、なんかいろいろいる、ちっちゃい、いろいろいる。なんかポケモンが水氷タイプっておしゃれじゃない。二枚貝ポケモン、うわ、おしゃれ。潮の流れが激しい海に生息しているパルシェンの殻のトゲは大きく鋭い。ほら、これもおしゃれ。おかしいな、何も進んでないぞ。また何も進んでない。俺の構想ではもうジム1個行ってるはずなんだけど、なぜ俺はここにいるんだ。
ちょっとさ、今日、ここら辺多分レベル低いと考えてね。もう3つやっちゃおうっていつも2つだけど。まずこの、カラフジム。カラフジム、ハイダイ。別名、激流料理人。激流、初めて聞いた。水タイプの使い手で、勝負に慣れてきた人向け、慣れすぎてしまっているかもしれないな。な、先に、グルーシャのところのバッチ見せつけたらどう思うんだろうな、このハイダイ。そこ行ってからうちみたいになんのかな。勝負に慣れてきた人向け、中華レストラン、ハイダイクラブでオーナー兼料理長している。面倒見がよく教育熱心。そのため、ジムテストは、うわ、なんかいい人そう。オーナーゼフって感じする。お別れするときにこっち土下座してクソお世話になりました、つってさ、風邪ひくなよ、みたいな。結構涙ちょちょ切れシーンとかが出ちゃったら、ワンピース丸パクリになっちゃうから、あるわけがない。なんかすげえ街だな。あれ、多分滝みたいになってるってことでしょ？すごくないこの街。ちょっと待って、おしゃんなんだけど、おしゃん。おしゃん、腹立つ言い方。おしゃん、腹立つ言い方。カラフしていきました。だってポケモン可愛いな。夜なのに眠らない街になってる。子供が一切眠らない。マリナードタウン。マリナードタウンは砂漠の向こう。行くなら準備は入念にね。砂漠の向こうから来たんだよ。なんだったらすげえ、とりあえず回復させてくれ。よし、街探索するぞ。一個試したいことあるんだけどさ、さすがにこの川ぐらいは泳げるよね、コライドンちゃん。コライドンちゃん、コライドンちゃんもしかして海、海水苦手、悪魔の実食ってんのか。コライドンちゃんもしかしてコラコラの実食ってんのか。すぐコラ画像を作成する。しょうもねえ、しょうもねえ。何を言ってんだ。ポケモンウォッシュで砂をきれいに落としてあげないとね。ポケモンウォッシュってなんだろう。おかげで、何言ってんだろう。でも待って、うわ、ポケモンとして生きることを許されない。一生ここで、うわ、逃げていいんだぞ、逃げていいんだぞ。なんだっけ名前、元トカゲだけ逃げていいんだ。こんな人間に洗脳されちゃってんじゃねえかよ。元トカゲのおかげでロースト砂漠を越えられたな。元トカゲがもうポケモンとして、おい逃げていいぞ。なんだったら俺が逃がしてあげて。ギョメムがすごい悲しい顔してるもん。とりあえず飛ぶよ。そうそう、それできんのよ。それできるんだったら泳げんのよ。テラピース水、それできんだったら泳げるからね。それできんだったら、なにそれ。おい、お前らこれ目に焼き付けろ。人間は結局こういう風にポケモンを扱うんだよ。こんな変な器具取り付けられてよ、こんなポケモンじゃねえよ、ただのロボットじゃねえか。なんか嫁めもが悲しい顔して。お前なんか明日デモ更新とかしてそうだな。ポケモンは生きているんだぞ。嫁めも、お前突然危ない人間になるな。危険な思想を持った人間になるんじゃない。うわ、もう間違えてサクッと行けばいいのに全部見たくなっちゃう。お、ずっとずっとずっとマリルちゃんにいてほしいから、進化しそうになったら進化キャンセル B ボタンっておまじないをするの。変わらずの意思持たせればいいんじゃないか。でもいいな、進化したいかもしんないのに。うわ、また人間の意思でマリルになりたいかもしんないのにな。人間の意思で進化させられなくなってる。ポケモンは生きているんだぞ。怖い思想持つなって、ギョメモ。うわ、でかっ。ここで絶対バトルするんだろうな。いいじゃない、たまにはピクニックいいね。でも今はもう夜だから帰って寝た方がいいんじゃねえか。これ夜が朝みたいな感じ。意外とこのクラスだけどさ、昼とかなんか海外の発想なのかな。この後はね、明らかに変なおじさんに声かけられてる。え、びっくりした。ゴルダックと人間のキメラかと思った今。びっくりした。この街いよいよ行かれてやがるって思った。びっくりした。ポケモン可愛いな。どこ見て言ってんだ。ポケモンいないぞここには。お前俺のことポケモンだと思ってんのか。びっくりだ。俺が驚かしてやろう。わ、全然驚かない。ピケタウンから来たから水の多さにびっくりだ。向こうで水は貴重だからね。まあ砂漠とかもあったしな。ゴルダック多いな。街の壁、街の壁が滝みたい。滝登りの練習には持ってこいね。いや、そうよね、ここの街俺すげえ好きだわ。思想以外、思想っていう良くないワード、良くないわけじゃないけど、ポケモンの実況であんま聞かねえだろ。なんか入れんのかなこれ。あ、いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。俺が言う言葉じゃねえ。もう何言ってんだ俺。当店はくつろぎの場、喫茶室なぎさ。たっか、スパイシーポテト1450円。たっか、スコビランソース。炎と草のポケモンか。アルファホール、コーヒー、レモネード、草ディーヤ。ちょっとレモネードぐらい飲んでく、一杯ぐらい。せっかくだからね、
ちょっと今疲れも溜まってっからさ、リフレッシュとして飲もうぜ。おい、うまそうじゃねえかレモネード。お前ほんと無表情やめろ。お前だってお前店で出たレモネード飲んで、お前店員さんも性格作って出してくれたんだからよ、せめてさ、ちょっと酸っぱいみたいなのとかさ、美味しいみたいなリアクション取れや。お前何も表情で腹立つわこいつ。ラピラピドパンドピドパンドパンパンプキポンペパンドパンドンピパパペヨパパペペポペペ。すげえ、砂場じゃなくて水だここ。コライドンじゃさすがに、さすがによね、ここでコライドンじゃ溺れ出したら俺ドン引きしちゃうかもしれないわ。コライドンちゃんってなっちゃうわ。マリルは、マリルは水タイプ、やっぱりお水が好きなの。いや、お水が好きかどうかはまだマリルの気持ちを聞いてみなきゃ分かんねえんじゃないか。水好きなのかマリル。あー、何言ってか分かんねえや。靴やか、靴あんまそう思ったら変えてねえな。アルデア靴センター、何それ、東京靴流通センターみたいなもん。北海道なのに東京靴流通センターみたいな。めちゃくちゃダサいじゃん。靴下履いてるからめちゃくちゃダサいじゃん今日メンバーも。めちゃくちゃダサいな。ピンクは、ピンクあ、でもちょっとこれおしゃれだね。そう考えるとブラウンなんかめちゃくちゃダサく感じる。まあまあまあ、これもそんなに合ってはいないよね。やっぱ靴下の悪目立ちっていうのかな、そんな合ってねえんだけどさ。いや、俺これビーチサンダルブラウンにはね。ダセあ、大人気モデル、どこに行ってんすか、すいませんダサいとか言っちゃって。いや、そうよね、靴下履いてなかったっけ、すげえラフな感じでさ、いいよな。オッケー、ありがとうな。いや、また足を運んでくださいね、ちょっと見してよ。あー、なんか伝わんない、思った以上にダサさが伝わんない。でも分かってくれないかな、ちょっと分かって。いや、俺ポケモンじゃねえんだよ。家は、家入れないっていうのがちょっと寂しいな。うわ、すげえ水車がある。これなんか上とか下に行けるってことなの。あ、なんだ、なに、上にエレベーター降りてきた。うわ、すごい水力で動いてるってこと、かっけー。この街ちょっとオシャンすぎない。しかも街もまあまあでかい。そしてオシャンっていう言い方が微妙に腹立つけど、これハハハハ、登ったのに全く意味がない。でも気持ちいいな、コライドンちゃん気持ちいいな。お前そんなに走ってさ、止めてさ、いろいろ行けるんだから、そのさ、すぐ溺れるのやめろ。どういう状況、どういう状況なんこれ。カツアゲされんの、ちょっと待って。なんかさ、今日のギョベベも表情おかしくないか。お前なんでそんな落ち込んでんだよ。お前もっと楽しそうにしろ、ビーズしろ、ビーズピースだ、ビーズ楽しそうにビーズしろよ。そんな表情でピースするやついないって。出た、妖怪自撮り女、妖怪自撮り女が出てる。砂漠来てみた。うわ、軽い感覚で言ってやがる。でもそんぐらいの感覚の方が人生楽しいかもしんないよな。ギョベベボ、妖怪自撮り女の前で俺らも自撮りするぞ。お前その、お前そろそろその表情やめろ、スリーショットするぞ、楽しそうに。で、お前なんで、なんか俺表情のボタンなんか間違ってる、なんか、なんか俺間違ってる、表情のボタン。すいません、せっかくのツーショットなんですけど、ギョベベボの表情がなんか今日いつもより冴えないんですよね。これどう何やってもこの顔なんですよ。なんかちょっと下唇噛んでるみたいな顔になっちゃう。ダメ、ちょっとツボに入ってるかもしんない。何のポケモンこれ、これ何、うわ、なんか神視点みたいになっちゃった。急に神みたいな世界想像してるやつの視点になっちゃった。プカプカ泳いでる、これ誰だ。ああ、わかんね、これすごいな。でもこれ最初すげーって思ってると同時にさ、
そのうちなんか労働時間別にいらないからとっとと飛ばしてくれよみたいな感覚になってきちゃうんだよね。ゲームってそんなもんなんだよな。せっかく心込めて作ってもらってんのに。週末はピクニックだ、やったー、へへ。あんま外で言わんくないそれ。やべやべ、学生だろ、いくらいくらいくら、そんな高い店行くな、そんな高い店行くなって、お金持っちゃってるからって YouTuber みたいな金の使い方すんなって。たけー、ママンのガレット、何、お母さんが作ってくれたってこと。フィスのコンポート、パピーのラタテイユ、マミーのキッシュ、うわお母さん2パターン出てきてんじゃん。フィーのポトフ、そのフィーとかさ、このポケモンの名前なのかな。ポケモンが切り刻まれる。ちょっと待て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 、ゴルダック多いな。え、ゴルダックなんか多くね。お前料理にされんなよ、ゴルダックのカルパッチョみたいになんだよ。ちょっとなんか、うん、五感はいいな。あー、あった、探してたのよ。皆さんしばらくお待ちください。メガネ屋さんか、はあ。メガネの里、いいな。似合うかな。よべよべ、出てきて。お前もう何してても面白いみたいになってきてるぞ、よべよべ。スポーツサングラスとかって。もうお前わざと変な格好しようとしてる人みたいになってんじゃん。だめだね、ちょっとここら辺のオーバルグラスとかちょっと似合う部分もあるもんな。だったら普通の、結構メガネ屋さんなのにサングラスだらけ。普通の銅入ったメガネはねえんだな。500円か。今日表情が乗らないからさ。このサングラスで生活しような。ちょっと今日表情乗らねえもんな。ちょっと一回見てみっか。グラサンかけててもわかる不機嫌。いいな、水の町、水の都って感じ。水の都の守り神ってあったよね、ラティアス、ラティオス。私上にあるサンドウィッチ屋さんに行きたい。サンドウィッチって言ってる、ちゃんと。この町はハイダイクラブってお店が有名なのか。会話が成立してない。あ、映えスポットみたいなのあんじゃん。ちょ、虹、なんだ、パルデアのウーパー。パルデアのウーパーって毒持ってるって本当？私がよその地方で捕まえた青い、あ、そういうのがあるんだ。そうだよね、こっちって確か毒持ってるから、ちょっと色が違うんだもんな。いいよ、これ手持ちから。いえ、な、え、ウーパーウーパー俺持ってたっけ。いた、ウーパー。うわ、なんか濃いね、そのウーパーと交換でいいのは。なんでちょっと嫌そうなんだよ。はい、何の思い出もねえからな、このウーパーに関しては。え、俺初めての、ちょっと待って、人生初めての交換が変な、よくわかんない女の子なんだけど、チェミじゃあな、ウーパー、何の思い出もないけど言っといて。いや、いらん、いらん、その演出。目の前で手で渡すだけでいいんだって、ネット交換じゃねえんだから。一回天に投げるな、マサマサオ。裏切りおにぎりが送られてきた。本当に毒タイプだ、ポイズン、かわいい。青いパーも素敵だから、ちゃんと、かわいがってよね。かわいがってあげよう、金銀でね。じゃあせっかくなら写真撮ろうぜ。正反対なんだよ、正反対なんだって、表情が。あんまないって。お互い機嫌悪いならわかるよ。なんでギョベベボ、お前だけが機嫌悪いんだ。大穴には、一般人が入れないパルデアの大穴にはどんなポケモンがいるんじゃろ。ここに伝説のポケモンいんのか。パルデアの大穴っていうところに、ギョベベボ、太陽眩しいじゃねえんだよ、お前サングラスかけてんだから気にすんだ。そういうことね、パルデアの大穴っていうところ最終的に行けるってことなのかな。まあでも今、あ、待って、噴水で写真撮りでから。あっとー、ポケモンと仲良し、仲良しだよ。ポケモンと一緒にいると少しずつ仲良しになっていくんだ。あなたとポケモン仲良しか見せてくれる？お、いいよ全然。どのポケモンと仲良しか見せてくれるの？全ポケモンの中。ちょっと待って、そうなるとさ、ちょっといろいろあるじゃん。そうなるといろいろあるんだけど、こっちもパーティー総入れ替えとかしてるからさ、いきなりこのタイミングでさ、なんかホゲを出しても、なんかみたいな、ホゲをからするとね、言っても前回のパート出てませんしみたいにならない？
だからここは裏切り者で行かしてもらうわ。裏切り者裏切んねえここで。どれどれ、ギョベベバさんと裏切り者の仲良し具合はもう裏切ってる時点で仲良くねえのよ。いい感じに仲良しだね。でもまだまだ仲良くなれるはず。なんか気使われたんだけど。わかりましたよ。じゃあホゲオの仲良さ、ホゲオとの仲良さ見せればいいってことだろ。ギョベベバさんと山田ホゲの仲良し具合はいい感じに、こっちもいいなぁ、楽しそうで。代わり番号ね、ちょっと待ってって言って、あーいいねいいねいいね。なんだその顔。すいません、今一瞬離席してたんですけど、ちょっと個人的な話してもいい？動画と関係ない話あんましたくないんだけど、ちょっとだけしていい？今1月6日の8時過ぎなんですよ。で今ずっとポケモン撮ってて、一瞬離席した理由が、東京ドームでイベントやりますよって発表したんですよ今。で今また戻ってきてポケモン撮ってて、でこの後オールナイトニッポンに出るんで、また移動するんですよ。で帰ってきたらポケモン撮るんですよ。俺何者なん俺何者なんだよでですね、結局こうやってでも実況撮ってんのが一番楽しいんじゃないかなとも思うのよ。なんだろうね、好き勝手言ってさ、動画作ってさ、それでもみんな楽しく見てもらえるみたいな、あれだから好感度上げようとしてない？マジかよ、靴下もあんのかよ。ちょっと進まねえ、ポケモンが全然進む、全然ジムリーダーに合わない。ポケモン、ちょっと待って、格好ってずるいよね、時間かけたくなっちゃうもんな。でもな、白ないのかな、白ほえ。なんかいいところ坊ちゃんみたいになってんだよ。カッパ正体がバレそうなカッパみたいになってるけど。もう終わりくださいカッパだって、ギョベベもお前正体バレてるって、下が擬態できてないって、色バレてきてるって。これは何やな、何やなんだ、入れないんかい。まだ上がある。結構、これ3階建てぐらいってこと？一気に行った、お出迎えなしで。うわ、あの光ってんの気になんな。で、ここら、なにこれ、左頭入れないやつ。うわ、デート待ち、ナンパ待ちかこれ。どうし、話しかけていいのかな。いや、僕はギョベベボって言うんだ。ポケモン強いんだけど、 LINE 教えてくれないかい。街全体を多くしたら観光の方が増えたの。数年前にハイダイさんが提案したんですって。え、ナンパしたら突然その話されたらされたで、なんか怖。元トカゲショップ、何。どうも、セグーロです。誰？セグーロ、店の名前なのこれ。何をお探しで。指抜きグローブ。あー、これグローブなんだ。でもな、別にここら辺はそんな変なやつを買おうとしてる自分がいました、すいません。お、ジムがある、やっと着いた。ごめんよ、ちょっとここら辺は一回無視するぜ。着いたジム。ごめんなさい、お待たせしました、ハイダイさん。入れなくて何か、あ、これはイベントだな。お前変なやつだからな。うわー、遅刻遅刻。あ、これはそのハイダイさんだな。あの子は一瞬タックルしてくるかと思った。あー、ハイダイさん、待ってください。あー、行っちゃった、忘れ物あるのに。いや、ギョベベバ、お前その位置にいると忘れ物届けろって言われるぞ。一瞬で気づきやがった。もしかしてジムへの挑戦者さんですよね。どこを見てそう思ったんだろう。変態だと思わなかったのかな。ねえねえ、お姉さん、あまりこのタイプの見た目の人って話しかけないと思うと思うんだけど。はい、なんかもじもじするな。口ではそう言ってもきっと挑戦者さんですよ。先ほどの大きなおじさんはカラフジムリーダーハイダイ。彼ったらちょっぴりお茶目で、市場に買い出しに行くのに財布を忘れちゃったんです。あー、ちょっぴりお茶目だな。きっとハイダイさん困ってる。チラチラじゃないのよ、お前が届けに行け。じゃあお前なんでなんで俺届けに行かなきゃいけないんだよ。ハイダイさんきっと困ってるじゃねえんだよ。親切な挑戦者さん、財布を届けてくれませんか。やだね、すみません、
ハイダイさんがいないとジムの調整もできませんし、これおかしくない何お前それを交換条件みたいに、そもそも財布を忘れていたそっちが悪いわけですし、こっち関係ないと思うんですよ。なんで財布届けたらジム挑戦していいですよみたいな空気になってんの。私も受付を離れられないんです。え、いつもの受付の人じゃないんだ。それではこちら。うわ、強制、強制だな。でも悪くはないな。うわ、スカシッペもらった、スカシッペもらいました。ギョベベバはハイダイの財布を手に入れた。ギョベベバ、お前金取んなよ。お前そんなシーン俺見たくないからな。ポケモンでギョベベブはこっそりハイダイの財布から5000冊盗んだみたいな、お前そんなの俺ポケモンで見たくないからな。ギョベベブはハイダイの財布を大切なポケットにしまった。なあ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 、ハイダイの財布、コンパの財布かわいい。これボタン式だよな、きっとビリってやるタイプじゃなくてボタン式、かわいいな。ハイダイが忘れていった財布、マリナードタウンの市場に届けよう。5000円盗んで、ん？なんか5000円ない気がすんなつって、ギョベベバが、え？元からこれしか入ってなかったですけどねってなんかちょっと腹立つぐらいの声の高さで言ってほしいな。特別に届けてくれたらジムテストクリアとしますので。あ、これがジムテストになんだ。ハイダイさんは西の砂漠を抜けた先、マリナードタウンに向かいました。砂漠抜けんの？砂漠は危険なポケモンも多いのでお気をつけて。いや、砂漠から来たんだっていう話聞けー、俺の話聞け。眩しいなじゃないんだ、ギョベベボ。これジム入ったらどうなんだ。さっきの受付の人はいるけど挑めないってことなんだよ。いやー今じゃない、今じゃない、全然今じゃない。あとなんかちょっと声枯れてるかもって思うじゃないですか。見てこれ現在朝4時25分、オールナイトニッポンが終わって戻ってきてまたポケモン撮ってます。俺バカじゃないの俺もさ、頭おかしくない？寝ろや！ギョベベボーバレた。カッパに擬態してたのにバレた。ジム入っていくの見えたから、走ってきちゃった。この前は、勝負できなくてごめんね。いいえ、もうしなくていいんだ。二度としなくていいんだったら。あ、全然そんなんじゃないよ。戦いたくて追いかけたわけじゃ。ジュルリじゃないぞお前。でもちょっとだけ勝負はしたいな。ひそかひそかモロをやめろお前。実ったじゃないんだよ、実ってねえんだよ俺まだ。いい？怖ぁ、ダメ。いいって聞かれるんだったらダメ、ダメって言った、はっきりダメって言った。ちょっとだけ、3匹だけでいいからね。強制。今のギョベベモにあったポケモンで戦いたいな。ごめん、少しの間手持ち考える時間ちょうだい。その間ギョベベモはジムへの挑戦お先にどうぞダセえこいつの格好が怖い。おい、この街離れようぜ、ギョベベボー。もう俺らに多分会ってねえって、今から根元戦うなんて。きっと、ハイダイさん財布がなくて泣いてるわ。泣きてえな、こっちだよ。お使いさせんじゃねえ、俺に。いた。これか、とりあえずここに向かえばいいってことなのか。砂漠抜けてけって言ってたもんね。またあそこ戻ん、いや、でもいい。リベンジの、50レベルの奴らにリベンジしようぜ。トゥントゥペロチュバストペロチュバストペロペジョストペ、トゥロトゥペロトゥペチュトペズドパニノパ、ビッケだおめえだビッケだぞ。リベンジすっからな、俺は前に。後ろに回って先制攻撃を取るんだ。おい、降りてこい、卑怯者。降りてこい、そこ行けねえから降りてこい。いや、これ行けんのか。あ、降りてきた降りてきた降りてきた、今だ、よし、後ろ通るぞ。お前来んな、いや、おい、止めだ、お前。お前降りてくんの待ってたら、そのなんか空ピンク色になってきたぞ。赤い月、あ、やばい、姫ちゃんが出てくる。いけ、よし、取ったよっしゃ、やっとリベンジじゃ。もう逃がさねえかんな、てめえ。お前何度も何度も戦わせやがってよ。まずは怒りの前歯じゃ。はい、食いついて動けない怒りの前歯、ハブ減らせ。こっからてめえ絶対ボコボコにしてやっからな。でもう一回怒りの前で減らす。オーケー、こっちが早い。吹き飛ばすなよ。やめろそれ、お前二度とそれすんな。朝4時に咲きませんな。よっしゃ、もう一回。こいつでも合ってるやつかもしんねえ、もしかしたら。
もうウォークレット俺何回出たか、お前ふ、お前56レベル高っ。さっきより高くない？さっき55じゃなかった？はい、食いついてる。怒りの前歯で半分減らす。で、さらにもう一回これ、ね、もう一回取れっか、先行。もう一回怒りの前歯で減らす。やべえ、あいつら、あこれよ、やろうぜ。切り裂いてくんなら、俺ドンちゃんありだと思うんだよね。切り裂いてくるんだったら、ドンちゃんで毒の体持ってっから、下手したらあいつ毒にできんじゃねえかなって思うのよ。切り裂いてこい。ブレイククローでもいいんじゃない？強ー！待て待て、吉田幸恵、久々登場、吉田幸恵。吉田幸恵大丈夫か、これいけっか。吉田幸恵ヘドロ爆弾で、いや毒毒にしとくのありだよね。で耐えるっていうの結構ありじゃない？毒毒使うか。やめて、やめろー。ピッチャマン行ってこい。ピッチャマン多分ね、防御ある気がすんだよな。ごめん、お前のこと何もわかんねえけど、なんとなく頑張れ。竜の息吹、水の波動、竜の息吹かな、タイプ的には。ブレイクロー、やめろー。残った、竜の息吹。あれ、俺竜の波動覚えさせなかったっけ。あ、ちょっと待って、俺竜の波動覚えさせなかった。あ、俺間違って、技間違って逆やっちゃった。大バカ、大バカ。やめろ。キノコ2個いけ。眠らせれば勝てる、眠らせれば勝てる。キノコ2個ツバメ返し食らうな。眠らせれば勝てる。はっ、やめろー。裏切り者、裏切り者、裏切り者、いける？裏切り者、効果抜群だよな。裏切り者いける？当たんない、あ、効果ない、あ、裏切り、嘘、裏切り、まさか。裏切り者まさか。裏切り者まさか勝てる、大丈夫か。あ、裏切り者勝てるじゃない、これ、これ分かった、裏切り者が勝った、この状況が良かった。初めてかもな、あんなに裏切り者が活躍したの。あいつ強くなってんだろ、知らねえうちに努力してるタイプかよ。うわ、なんかこないのじゃ落ちるスピード速っ。待って、こわ、待って、ポケモン勝負してますかって、もう誰が言ってんのかも分かんねえ。一旦回復じゃ。うわ、怖い怖い怖い、やべやべやべ、お前なん、お前エリア入ってくんの、お前エリア入ってくんの、こっから外出て、出てけ出てけ。いやいや、突進された、間違いなく今突進されてなかった、陰でごまかしてたけど、間違いなく俺今突進されたよね。え、あいつでも来なかった、え、来ないよね、え。なんか来そうなんだよ。なにこれ、これ何。この人もあれだな、ボア、怖ぁ、危ねえ、今一瞬でボタン押したからよかったものの、ケンタロス突っ込みすぎだろ。砂漠を元トカゲと移動してきて疲れた、人間もポケモンもちゃんと休ませないとね。休んでる君、本当に、そう突っ込んでいくのやめろ。なんかちょっと特別な灯台な感じすんの、ここ。行ってみるか、邪魔するぜ。誰かいたりすんのかな。あ、勝手、あ、登ってく、イベントかこれ。そういうわけでもないのかな。カラフシティに戻るのはさすがに空飛ぶタクシー使っちゃおうかな。あなたもロースト砂漠を越えてきたの。なんか変なポケモンいなかった、いた、ボコボコにした、最後捕まえた、そしてなんか静かだね、すごい何の音も鳴ってない。あ、こんにちは、こいつ写真撮っておきたいな、かわいい、思った以上に可愛い、これくらいなんか思った以上に可愛かった、ずっと見てられる、あっち見てあっち見て、そしてこっち見て、ヤッホーって可愛い。え、こんなとこで破壊光線あんの。こんなとこに破壊光線が落ちてることあんの。え、ここで破壊光線、変なところで手に入れんね、破壊光線。セリで大金は抱いちゃった、潮風が目に染みるぜ。大丈夫かそれ、合法の金かな、違法の賭けとかやってないか。走り回らないでね、島が心配だよな。だってこれ手すりと手すりの間がなさすぎてよ、落ちちゃうからな、これ普通に考えたら。ちょっと声も見してやりてえな、この子供たちに声も見してやろう。うわー。怖いだろうな、後ろから突然変なやつ飛んできたってことだからな。これどこに向かってんの今、なんか なんとなくで、ね、飛んじゃったけど、陽気のノリで飛んじゃったんだけど、落ちる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 、急加速急降下、ね、この人姿勢いいな、なんか呪いで固まってる、めっちゃこっち見てる。
ん、なに、なんだ俺うろうろしてたら、うろうろしてたら、ハイダイさんいたぞ。どういうこと、うわー、ない、ないんだい。あの、右のケンタロスがとんでもないことになってる。右のケンタロス、動きえぐいことになってるけど、あんま見ない、みんな見ないことにしろ。株式会社ポケモンのためにも見ないことにするんだ。うわー、ない、ないんだい。財布だろ、俺が持ってんだよ。潮風に当てられてもけらげに咲くお花なんてかけがえがないんだい。そっちかい、当てれるわけないだろそれ。財布ないって言え。なんかお前、怖いな、突然のニコ、突然のニコ怖いな。逆さにしても顔になるみたいな顔してんなお前。目怖っ。一番いかねば。やべやべ、止めろ止めろ、お前財布渡せ。お前何したお前、何お前一連の流れ伝って見てんだよ。ていうか今のイベントなんだ、今のイベントなんだ、今のなんだったんだここら辺うろうろしてたら突然ハイダイさんに会って財布返すかと思ったら、今のイベントなんだ、言っていいのか。飛ぶぞ。なんかもう飛べるんだったら一生飛んでたくなっちゃうな。マリナードタウンっていうところに来たけど、お前はちょっと水に弱いんだからギリギリを攻めるな。そうだ、そのモンスターボールだけを取れ。そしてコライドンちゃんある程度飛んでたらさ、突然落ちるんだよな。あ、回復いいね。よいしょと。これが噂のマリナードタウンっていうやつかい。かっけえな、マリナード市場でけえな思ったより。あ、いた。すいません、あの財布を渡せって言われて、財布渡さないとなんかジム挑んでくれないみたいな感じの流れだったんで、ちょっとやってもらっていいですかっていうか、緑のタイツダサい、何回見ても。はあ、ない、ないんだい。やっとか、持ってるぞ俺が、持ってる。いや、それで合ってたな。もう一ターン入れてもいいけどな。財布がない。このままでは目玉商品が誰かに買われちまう。ほろりほろり日村剣心みたいなのやめろお前。大将落ち着いてください。すぐひとっ走り探していきますから。持ってるよ。はい、持ってます。ギョベベボ渡せも。おっと、どうした。ハイダイの大将に何か用なら、ただいま取り込み中よ。取り込み中じゃないだろ、今何もしてねえんだから。邪魔するなら誰であろうと一番弟子の足が許さんが。あ、すいません、あの財布返しに来ただけです。それでも忙しい足に用事があるってのかい。はい、あります。財布を渡したいと。な、なんこの流れ。聞き分けのない子供はちょっと静かになってもらうか。お前コミュニケーション能力ゼロすぎないか。マイナス売り切ってるぞそれで。なんでお前も受け入れてバトルする。財布出せ、ボールじゃなくて。水木、お前ボコボコにしてやるわ。そんな、でもこれぐらいでさ、レベル分かるよね。どれぐらいの、ジムはどれぐらいのレベルなのかっていうのが。多分、あ、弱い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 、今まで一番弱いわ。水木師匠、お前その顔やめろ、ギョベボ。一番弱いやつ出てきた。まあ、怒りの前歯で半分減らしの種マシンガンかな。はい、これ、怒りの前歯がめちゃくちゃいい技だよね。半分減らせるっていうのが。んで、種マシンガンで、多分弱点でしょ、これは。あー、来るねー。いや、久々になんかレベル低いやつやってる。 OK、 3発ぐらい当てればもう一発。 OK、 ナイス。4人家族の種マシンガンだからな、弱えな。もうちょっとレベル高くてもいいんだけどな。ちょっと逆サイドから見たいんだけど、ネズミちゃんの顔、ディズニーの顔。腕っぽちょっとさ、うち裏切り者が強くなってきてるんで、裏切り者の強さをちょっと見したいな。行こうぜ裏切り者。今日ね、まさかの56レベルをこいつがぶっ倒したからな。行くよ裏切り者。腕っぽ多分魚系だろ。はい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 、こいつも電気でひとたまわりもなく粉々にしてやろうぜ。早いなクワジェット。でも効果は今一つなんじゃねえのか。あ、今一つではねえんだ。いつあれ、なんかうちの裏切り者めちゃくちゃ強くなってんだけど。ナイス。一番弟子ハイダイの大将、すいません。いや違うんだって、財布返したいだけなのにこいつから4000円奪っちゃった。
なんてこった。へそくりまですっからかんだ。ヘラシー、騒がしいがどうしたんだい？騒がしいのは戦ってる最中だろ。戦い終わってからはあんま騒がしくなんないだろ。ハイダイの大将、実はこの子供が。どうも。財布をなくして一文なしのオイラなんかにお客さん別に財布お前ハイダイ、お前財布くんだと思われてんのか。一文なしでも用はあるぞ。ハイダイ、一体何用なんだい？財布忘れ物。まあこれも任天堂かつ株式会社ポケモン、ここ別に二択いらんぞ。まあ忘れ物って言ったけど、あえて遠回しに、はいおい、みんな見たか？今どう見てもおかしかったよな。ハイダイの手から先に出てたよな今。ギョベベベはジムリーダーにハイダイの財布を届けた。うおー、おいらの財布だ。何、ジムの受付に言われて届けに来てくれたのかい？そいつは助かった。わざわざありがとうな。ああ、それとうちの若い師が迷惑かけてすまんかった。若い衆じゃなくて若い師って言うんだ。マリナの名物のセリでどうしても欲しい商品があってな。二人とも気が立っとんだ。何だい、何番だい？なんて。さあ、よっといで見ておいで。本日ラストの商品だよ。え、これオークションってこと？セリっていうことは。本日の目玉はこちら、保園長さん伝説のワカメ。え、これなんかそのうちさ、伝説のワカメの続いてはこちらみたいな人形とかさ、いろいろ来て、黄色の目とか来ない？大丈夫？クルタ族の瞳とか来ないよね？大丈夫かそれ？で、ゴンとか勝手に参加してないかな？こうでいくらになるんだろうみたいな感じでさ、なんかゴン何番に何億みたいな感じのオークション分かってるやつが勝手に指さすやつ。さあ、またあんたのあんたのしてる。ないかないか。触らずともわかる栄養が行き届いた弾力。光を反射してまばゆく照るあの艶。なんかこれどちらかというとペパーが欲しそうだよな。そしてほとばじる新鮮で芳醇な磯の香り。欲しい。お前さん、もしカラフジムにチャレンジするなら行き差が必要。大事か。いい機会だ。オイラの代わりにあの食材を競り落としてくれ。競りって？まあ競りは競りだろ。やってみます。その年で競りを知ってるのかい？たくましいお子さんだい。軍資金の小遣いだ。ちゃっかり背負ってくれよ。いくらもらえんのこれ？5万。このまま、ああ強制だった。このまま帰ろうと思ったのに。競りするの今から。ジムテスト、競りで商品を勝ち取ろう。なんだそれ。トゥーポチパンツカピーさートリッパーシのハートロバー。なんかこういうさ、知ってる方がかかると歌いたくなるよね。宝園地王さん伝説のワカメ、1万円からのスタートだ。1万5000円。1万5000円。他ないか。1万5000円。2万。3万。はい、3万入った。3万置かないか。よすみよ。え、終わった。はい、3万入った。3万置かないか。様子見れない。え、様子見ればよかった。今様子見て安い金額にさせてから叶えばよかったのかこれ。3万5000円。うわー、でも5万もらったんだよな。1万5000円、どうしよう。5万かかりましたって言ってギョベベボギョベベボ、悪い、悪巧みだ。これは良くない。ちゃんとお金は返そう。はい、3万5000円。そちらのお坊ちゃんが落札しました。おめでとう。負けちゃった。いい人たち。大人顔向けなせめぎ合い。ほー、大事な問題。落札してくれたワカメはありがたくいただくとくよ。はい、ハイダイさんに伝説のワカメを渡した。もうハイダイさんって言ってる。なんて素晴らしい商品だ。もし手に入らんかったら後ろが見引かれるところだったわ。使わなかったく。え、いいんですか。うわ、だったらもっとガチで競りやればよかった。なんかワンチャン12500円ぐらいでさせってさ、なんかもううまいこといけたら38000円ぐらいこっちゲットみたいな感じにならなかったのかな。他の競りで好きに使ってくれて構わんぞ。それじゃあ先にカラフジムに戻るとするかい。
男を吐いたい。息のいい勝負を用意して待ってるからな。言った。あ、ちゃんと一緒に弟子も連れてってくれた。今これで弟子だけ残ったらものすごい気まずい空気になるもんね。よくやったギョブヤボ。この街せっかくだから見ていくか。ここが競りやってるってこと？ロトムのカタログ焼き。何ロトムのカタログ焼きって？ロトムのカタログ1個の競り500円。ちょっと分かんない。何ロトムのカタログ1個の競り500円って。してみる？何も分からんやつが競りに参加するな。500円から開始。1000円。1000円です。ちょっと待って、様子見る、様子見よ。4500円。4500円。よし勝てる。5000円払う。5000円払う。5000円。下手。最高ソーダは普通に買えるからな。崖ガニスティックも猫部の実。ちょっと待って、そう考えるとロトムのカタログな。これ頼むな。これどうやってやれば勝てるか分かんねえけど、ちょっととにかく、うわやべ、次ちげえやつじゃん。金持ちのおっさん来たよ。500円から返し。500円。はい、500円。2000円。2500円。はい、もうさらに行こう。3500円。もう一気に大きくだぞ。4000円。よし、マジ下がったな。今の額4000円。ケチな。5000円だ。いけ。よっしゃー。どっからそんな金？トレーナーボコったのとハイダイさんからパクったんだよ。パクったっていうのもあれだけど、気前がいいわね。なんかその言い方だと、もうぼたくられたか俺。ぼたくられたのか。あと、いなくなったあいつ早いな。そのロトムのランチャーってどこにあんだ。おい、そのロトムのロトムのランチャーはどこにあんだ。ふざけんなお前。どこにあんだよ。おい、ロトムのカタログどこにあんの。これひどくない？どこにあるか全然わかんねえんだけど。あった、ロトムのカタログ。え、使える？ロトムが好きな家電が載っているカタログを使うことでロトムを家電に入れたり出すことができる。ちょっともう何書いてるかわかんねえけどやってみていい？ちょっともう何書いてるか全然わかんねえけどやってみていい？電球、電子レンジ、洗濯機、冷蔵庫、扇風機、芝刈り機。わからんわからん。こん中にロトムが入るってこと？で、それどうなの？スマホロトムと同じ存在になるってことなの？何？何だろう。全然わからない。洗濯機、冷蔵庫、芝刈り機、扇風機。扇風機とかにしてみる。どのポケモンに使えますか？ロトム。え？え？ちょっと待って、もう全然わかんない。うちの裏切り者が勝手に妄想してる。やつらしちゃう、やつらしちゃう。待って、だったら他のものにも変えてみたかったんですけど。すいません、僕他のものに変えたいんですけど。充電、あ、なんか電気飛行になってる。電気飛行になったんだけど。飛行タイプゲットした。え、もう一回使える？あ、使える。え、え、これ何回でも使えんじゃん。ちょっと洗濯機とかも見てみたくない？これ使える？ちょっと覚えたってどういうこと？覚えたってどういうことなの？何、技消したんじゃないの？技何？お前どういう状況なん今？技何覚えてんの？あ、なるほど。エアスラッシュが勝手に消えるって。え、これ面白い。氷タイプいないから冷蔵庫ありだよな。割と氷タイプいねえから。あ、吹雪強。覚える技強。ちょっと、とりあえず吹雪にしとく。とりあえず冷凍の吹雪にしとこうか。まあ飛行もいいんだけど。え、待って、これさ、その時々によってうちの裏切り者がいろんな姿の裏切り者になるんだ。本当に裏切り者じゃん。何言ってんだ。これ最高ソーダはさ、セリなの？48個のセリ。やべ、これやるしかねえわ。最高ソーダ俺1個ぐらいしか持ってない。これミックスオーレが良かったんだけどな。
おいおい、ガキが最後そうだ頼もうとしてんじゃねえよ。様子見るわ。4200円ね。6、それやってるって。6700円。もうこれ以上出すんだったら俺行かない。おい、そこのリピートボール売ってるおっちゃん、左見ない方がいいぜ。ドッペルゲンガーが存在してるぞ。出会った瞬間どっちか消えるぞ。うわ、リピートボール売ってるおっちゃんを殺そうとしてる。この目、人を殺す目。どういうストーリー作ってんだ俺。マリナードとは、マリナードとは肉や魚をレモン汁や酢につける調理法だよ。知ってたし知ってるし、レモン汁や酢につけるちゅ、それ言おうと思ってたし。俺先に言わないでもらえる？俺視聴者に言おうと思ってたんだから。マリナードとはねって。美味しいの、この町の食べ物はとっても美味しいの。あ、このギョベベボ好き。ちょっとさ、膝を下げてちょっと目線の位置合わせるっていう。素材が新鮮でピチピチ、まるで私みたい。何言ってんだガキが。ギョベベボ、もういよいよ意味わからないものと一緒に写真撮るな。なんだこれ、チンポじゃねえか。なんかすげえ家だな。すげえ家じゃない。友達ん家がこれだったら若干引かない？そんな家、皆さんにとってはどうでもいいことだと思うんですけど、さすがに私もね、腹が減ってしまったんでこっそり飯食ってきました。そしたらすごい綺麗な朝になって、でちょっと今俺一瞬気づいたんだけどさ、ギョベババの表情がちょっと良くなってない？なんで俺、なんでお前の顔色いちいち伺いながら実況しなきゃいけねえんだよ。お、海。いや、こっちは陸だよ。海あっちだよ。海あっちだよ。お、見っけた。こういうの大体ゲットしてないやつよね。波乗り、え、波乗りって技マシンになったの？そう考えたら滝登りもなんか技マシン、あれなんか帰り決まったっけ。あれ、俺の持ってる技マシンと秘伝マシンってある？これ、あれ、秘伝マシンってなくない？今さら気づいたかもしれない。いやいや、違う、ちょっと今の人学生さんだって俺に言ったけど、学生さんだの前にコライドンちゃんの方に驚け。秘伝マシンなくなったみたいな話してたっけ。何してんのこれ、何の遊び。頭に手当てて、ねえねえ、波いるかわかるけど、マッチョな方は何？あんなポケモンいる？マッチョなポケモン？マッチョイルカみたいなのがいるってこと？どういうこと？マッチョな方って。はい、顔はめかまんで楽しい写真が撮れるよ。今それっぽいのあったら、ここで撮れるってことなの？あ、あ、これかマッチョなやつ。これで、なんか なんか全然違うな。全然違う。なんだろう、全然違う。顔はめパネル顔はめパネルじゃないのよ、もうそれ。もう全然、もう全体、もう一番いらない。なんだったら顔はめパネルで大事なのパネルの方なのよ。お前の顔どうでもいいのよ。なんで顔だけ重視してんだよ。ライドポケモンは頼りになる。たまには逆に俺がおんぶしてやるから。いや、そうだよ、お前ポケモンを道具だと思って扱ってんじゃねえよ。そして乗ってんな、いよいよ。いよいよ乗ってんな。セリやってみたい。大丈夫？それ元トカゲに乗ってする話か。こいつ名前なんだっけ？ナマズンだっけ？おいらも若い頃はセリに喧嘩にいろいろやんちゃしたもんよ。いるいる。こういうアピールしてくるやつ。まあ確かに俺も昔結構喧嘩したな。普通にいろいろあれだ、ボコったわ。すぐ分かる嘘。これどういう座り方すんの？椅子4つあんのは分かんないけど、座布団どう座んの？これ5人で来た場合1人座布団に座んの？やべ、変なところ気になっちゃう。カラフシティのハイダイクラブために、あ、行ってない。これあれなのかな、ジムクリアした後とかに行けんのかな。マリナードの新鮮な食材を使ってるんですって。マリナードってどういう意味か知ってる？レモンと酢につけてシチュ料理するやつ。なんか説明下手。まあなんとなく一通り見たから進むか。俺どんだけ街に時間使ってんの。ジム行くし、なんだったらジムの後きっとあいつ待ってるわけでしょ、ネモモローが。美容室とかあんのか。ちょっと、いや俺でもこの髪型気に入ってんだよな。なんかしっくりきちゃってんだよね、この髪型に。
なんか今からイメチェンするっていうのもなんか作りしっかりしてる。美容室だけ作りがしっかりしてる。いらっしゃいませ。今日はどうしちゃいます？ちょっと遊んでもらっちゃっていいですか？え、もうこれ絶対すんの？オーケー、それじゃあ準備しますね。これいつもの三つ編みバズカット、ど、A とかで選んだらどうなるの？そうなの。あ、ダメ、こんなんダメ、こんなんお前絶対ダメ、こんなんちょっとイケメン風なんてお前許さない、絶対にダメ。あ、これちょっと元の良さも残ってる感じすんな。腹立つな、なんか。いや、こういう髪型の人いるから失礼になっちゃうけど、なんかちょっと腹立つな。スパイラルパーマ、いい、ダメ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 、やっぱ結局何もしねえのがしっくりくるわ一番。今日はやめとく、今日はやめとこう。あんまいないけどね、美容室来て今日やめときますっていうやつ。全然関係ないんだけどさ、マリナードタウンのあの市場の方にはポケモンセンターなかったんだよね。なんでちょっと離れたところにあったんだろう。まあ行くか。さあ、まあ多分だけど余裕で勝てるんじゃないかなと思う。裏切り者、多分裏切り者一匹でもいけるんじゃない、これ多分水だろ。でも一応トップバッターはディズニーちゃんって決めてるんで行きましょうか。お前財布返しに行けたよな絶対。ギョベベボさん、ハイダイに財布を届けてくださったんですね。すごい、上司の名前言うみたいだからちゃんと呼び捨てだ。ありがとうございます。ちょっと変則的ですが事務テストクリアとさせてください。ありがとう。激流料理人事務リーダーハイダイに挑みますか？うわ、なんかちょっと雰囲気変わった。ピリッとした。はい！挑みます！ハイダイ！それでは、バトルコートにご案内します。ギョベベボ、お前ハイダイさんの名前使って滑るな。今ハイダイさん呼び出してるってことなのかな？パワータイプっぽさあるよね。なんか、突然ロード長くなるな。なんだこの無駄な、微妙に長い時間は。来た！やっぱここでやるんだ！おしゃれな街！水の都じゃん、ほんとに。え、ハイダイさん？ハイダイさん、こんな見た目でしたっけ？あ、びっくりした。びっくりした。ハイダイさん、おばあちゃんになってた、今。ハイダイさん、遊んで遊んで。残念だったな、キッズたちよ。ハイダイさんは今から遊ぶんじゃなく、俺に遊ばれるのである。うちの店の新メニューも、ぜひ味見してって。空気読めてめえら、今からジムバトルなんだよ、空気読め。子供はまだしも悪いな、みんなこれからジム仕事でな、待たせてるもんで、ここはちょいと引いてくれねえか。はーい、引き分けがいい。来た、みんな愛されてるんだな、ハイダイさん。よべべぼ、愛されてるハイダイさんをボコボコにしようや。おめえさんか、いらっしゃい。マリナードタウンでは世話になっとったな。おかげさまで究極のわかめ料理が作れそうなんだい。いい人そうだけども、勝負の場では手を抜かんからな。よろしくお願いします。ギョベベボ、お前もなんか言え、あんなに話してもらったんだから。来た、打ったかったわ一のセリ、切ったはったわジムのセリ、わざと駆け引き、渦巻く海原、水のポケモンフルコース、さあさあドドッと召し上がれ。ハイダイさん、びっくりした、パンってやって開いたら寿司三昧になってたからな。 NHK じゃカットされてるぞ。来た、うわ、かっこいいな、なんかハイダイさん。ジムリーダーのハイダイが勝負を仕掛けてきた。さあやろうぜ、ミガルーサ出たな、出た、ディズニーリベンジの時間だ。さっきやられたからな、俺ら、こいつに。しかも野生のこいつにやられたからな。お前全に恩義あるが、どっこいては抜かんからな。片破り知らねえよお前の性格。まずはスピードが全然違う。これ怒りの前歯して半分減らすとかしなくても種マシンガンでワンチャンあんじゃねえか。でも2レベル差か、怒りの前歯からの種マシンガンの方がいいな、どっちかというと。オッケー、ナイス、ちゃんと当たって半分一気に減らします。いや、効かない効かない。今回はその子シンプルに、あ、久しぶりじゃない、おばあちゃん近いな位置が。久しぶりだな、このさ、レベル差が近いバトル。いつも結構上だったじゃん敵が。で、種マシンガンで素晴らしい、3発当てれば十分よ。はい、もう一発いこっか。全部急所に当たんのこれ。え、1回当たったら全部急所に当たんの。
え、いいな。弱い、弱すぎるよ。で、多分テラスタルもしてくるわけだろ。いけちゃうのかこれ、下手したらディズニーだけで。海トリオ、何を言ってるかわかんねえけど、海トリオ誰か、海ディグダの進化系か。だったらこれ海トリオだから地面水なのか。そう考えたら種マシンガンえぐくない？4倍ぐらいなんじゃねえのか。やばい。あ、でもそんなだね。あー、はい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 、そんなだよ。でもでもし、やばい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 、4人もいるのに全ディズニーなんか怖くないみたいな。待って、ここは俺があんなに高速倍速で買ってるミックソーレ、キヨミックソーレいつ使うのっていう風に思われちゃうから、ちゃんとミックソーレで回復するの。後ろに5匹控えててもちゃんとディズニーの体力を回復する、しっかりやろう。はい、頭突きしてくる。大丈夫、もう一回耐えれるから。これ種マシンが一回食らせてえな。頭突きしかしてこないなこいつ。いいよ、1、4発いけば、2、もうあと2発いけば勝てるよ。頑張れ家族1匹目。あー、惜しかったな。惜しかった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 、十分だ。じゃあまあローキック、地面あんだったらローキックでもいけるか。続きしてくる、ひるむなよ、ひるむな。続きってそんなひるむっけ。待って、これせっかくならディズニーちゃんのまま行きたいからミックソールで回復して。え、俺さ、頭突きってそんなひるむイメージないんだけど。もうあのディグダ3本出てる分、ダグトリオ3匹分が1匹に対して頭突きしてる、もしかして。うちのお母さんディズニーのみにやってる。まあローキックでいけるでしょ。お前頭突きだったらやる、やめろそれ。いけるでしょ。はい、オッケー。ヌメヌメエロ、ポケモンところどころエロいの入れるな。じゃあちょっと変えよっかな、うち、ケケンカに入れ替えようぜ。ケケンカに出てくんだったら多分カニだろってなってきたら、行こうや裏切り者、見せてやろうぜ。テラスタイプゴーストだからな、テラスタイプ釣る必要がねえんだよな。さあ行こう、行け裏切り者。塩は引いて満ちる者、こっから土台の追い込み量よ。テラスタルしてくれっていうのは分かってる。初めて初見。いいね、効果ありなんだ。あ、そうなの、効果抜群じゃねえんだ。スピードは取れるんじゃない。そろそろぶっ込み大変身、水も滴るいいポケモン来た。すごいいい楽しそうな笑顔、ちょっとサイコパスっぽいけど。俺の大好きな歌がかかっちゃう。来た、水だ。これはやっとわかった、すぐわかる、水って。パーパパ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 パ、うわ、効果抜群になっちゃったね。あれ大丈夫、効果抜群になっちゃったね。さっきまで効果ありだったのに。それでは一瞬で終わらせていただきます。ありがとう裏切り者、冷蔵庫になった裏切り者の電撃波で、グッバイ経験会ちゃん。あっという間、普通のジムバトルってこんぐらい簡単なんだよ。瀕死じゃなくて死亡してなかったか今。楽しかった。いや、なんか良かったな、いい人だったな。弱かったけど、うわーはっはっは、息が良すぎる、トレーナー大俺、はい大と。最後に滑るな。おばあちゃんなんかフェス行ってる感覚の乗り方してたな。朝の市場のような爽やかな敗北だった。お前さんにとっておいらはまな板の上の恋キング、お手上げ水上げ大量大大量大俺はい大。やめろ、競り合いにひるむことなくよくぞ勝利を手上げた。お前さんがジムバッジを手に入れる瞬間を前々からおいらがやりたかった、映えなポーズで記念撮影だい。おーいい、なんかハイダイさんが映えって言ってんのがまたいい。どういう感じの。あーギョメメモー、お前いい顔しろよ、グラス外せ、せっかくならグラス外しとけな。これはめちゃくちゃな映え。
ハイデさん、ハイデさん、ハイデさん、なかなかこだわりがあるタイプだった。写真にちゃんとこだわりあるタイプだった。なんか映えとか言いつつダサいかと思ったら、しっかり映えの写真撮りやがった。やべべべ。お前でもちょっとかっこよく見えんの。ジムバッジを5つも取りゃ、レベル45までのポケモンは、つかめやすいし、言うことも聞くんだよ。あ、いよいよ超えてきましたね。私がもう持っていたポケモンたちのレベルが。おめえさんならこの技も使いこなせる。出血大サービスでも出てくれ。ワザマシン02に、冷や水。ただの水じゃないのか、それ。冷えた水じゃねえのか。相手の元気を失わせるくらい、冷たい水を浴びせて攻撃する。これ攻撃技なんだ。水ポケモンか。さて、そろそろ店の下殺しで始まらんとな。またのご来店をお待ちしとるからな。いや、違うんだ。待ってんだ、あいつが。ネモモローが待ってるんだ、多分。来るなよ。流れで来るな。あ、あれ違った。おもだか、久々。おもだかっていう名前を今捨てられてたとしたら、私はあなたの名前を思い出せなかった。ポケモンと人間がキメラになった。ジムリーダーに勝利。おめでとうございます。こいつめっちゃ強いんだっけ？チリからユニークなトレーナーがいらっしゃるとお聞きしていましたの。やはり、あなたでしたか。先ほどの試合、拝見しましたが、圧勝だったしょ？とても、ファンタスティックな、実力の持ち主です。好きかも、もだか。急にそのファンタスティックの言い方、ちょっと好きかも。その調子で、チャンピオンランクへと駒を進められましたら、近い将来、ぜひとも、あなたをポケモンリーグへとスカウトさせ。ギョベベボー、戦うポケモン決めたよ。今なんとなく流れを読んでた。ギョベベボー、なぜお前は動じていない。ギョベベボー、なんかギョベベボー、なんかさ、なんか滑りまくってるイキリ中学生みたいな見た目になってんだけど。ジムの勝負も見てた。また強くなっちゃって。チャンピオンでもお久しぶりですね。なんでトップがギョベベボと一緒に。いやいや、もうチャンピオンとかトップとかそういう名前で呼び合うな。チャンピオンなのかトップなのかどっちが言うか分かんなくなるだろう。トップってすごい人。すごい人。あれ、ちゃんとは説明してなかったっけ。この人はね、みんなが憧れるチャンピオンランクのさらに頂点。うわ、言われ慣れてる。自信に満ち溢れた顔してんな。首の紐長すぎないですか。トップチャンピオンのおもだかさんなんだよ。トップチャンピオン、チャンピオンランクのトップのトップチャンピオンのおもなかさんもぐちゃぐちゃでよくわかんねえな。あと今後ろのなんかポケモンの絵が気になっちゃってるわ、どっちかというと。すげえな、いい笑顔。髪そこだけ染めてるんですね。ポケモンリーグ委員長と兼務でやらせていただいています。めちゃくちゃ強そう。ジムの視察できないほど忙しいんじゃなかったでしたっけ。こちらは別件です。この度は有望な人材をヘッドハンティングに参りましたので。なんか俺ポケモンリーグ四天王とか。ギョベベボー、お前ゲームクリアした後の最終的な到達点チャンピオンとかじゃなく四天王の2番目になったとかやめろよ。なんか喜んでいいのか分かんない感じになるから。あ、最終的な就職地そこかみたいになっちゃうから。ギョベベボー、もう有名人なの。その有名人いじりやめろお前。ギョベベボーは私が最初に目をつけたんですから、トップでも横取りはダメです。大人気ですね。そうだ、ギョベベボ、約束のポケモン勝負しよう。早く早く早くバトルコートへ向かおうよ。お待ちください。何ですか。その試合、私もぜひ見学させていただきたく思いまして。私は全然いいですよ。ギョベベボもいいよね。やだ、ダメ、来ないで。そんなに緊張なさらずとも、私はいないものと思っていただければ。だから無理なんだって。それができないから今拒否ってんだよ。おい、おもだか、お前人の心読めないタイプか、空気させないタイプか。先に行くで。それでは参りましょうか。 MC になるな、仕切るな。ギョベベブ、お前も否定できないタイプの人間になるな。推しに弱いのはダメだぞ。
このまま、ポケモン回復させてくれてるかな。あ、でもハイダイさんあんま強くなかったから別にいっか。さりげなくハイダイを傷つけるな。あと、このカラフシティのロードだけ長い。でも俺はカットしない。ちょっと。その構図やめて、2対1みたいに見えるから。なんか、あんたら姉妹に見えるの？なんか姉妹に見えない？ギョベベボにもっかい説明。いろんなジムを巡って、バッジを集めていくと、ポケモントレーナーの最高峰に挑戦することができるんだ。これ親切だね。この多分さ、スカーレットバイオレットから初めてポケモンやるよとかいう人からすると、あ、そうなんだってなる人もいるだろうからね。昔からやってるとね、おなじみの流れとかになるだろうけど。ポケモンリーグですね。チャンピオンロードとかあんのかな。テーブルシティの北西に位置しております。ポケモンリーグ最強の称号チャンピオンランクのトレーナーが新たに生まれる場所。ジムバッジをやつ手に入れたらテストを受けることができて、最強の試験官と戦って勝てばチャンピオンになれるんだよ。その時の気持ちになって今からイメージトレーニング。イメージトレーニング了解。最高の舞台目指して、いざ勝負。怖っ。あら、お待ちください。ギョベベボさんのポケモンは少しお疲れのようですよ。体じゃなく心の方がね。優しい、好き、おもなかさん好き。ごめん、早くやりたくて配慮足りてなかったですね。ごくり。トップのおかげで準備万端だね。気を取り直してギョベベボ、今回も実りある勝負にしよう。でもこれは分からなくない？カラフシティが絶対ネモが現れる場所なのか、5つ目のジムだから現れる場所なのか。その5つ目のジムだから現れたとしたらよ、結構いいレベルになるんじゃない？お互い20レベル台出してくんなよ。楽しみだな。ギョベベボ、お前タイツめちゃくちゃ目立つな。来た、かっけえじゃん。ポケモントレーナーのネモモロが勝負を仕掛けてきた。ルガルガン、もともとルガルガンだったっけ。こいつはノーマルか。だとしたら格闘が効きそうだな。さあ、トップの前だからって緊張しないでリラックス、リラックス、リラックスね。あ、違う、高い、レベルが高い、高い。読めばお前顔だけで自信満々を表すな。高い、高い、レベルが高い。しかも お前ネモ、お前3匹で勝負っつったのにさりげなく4匹持ち込むな。種マシンガンかこれは。いや、種マシンガンやるより俺怒りの前まで一回半分減らした方がいいと思うんだよね。何、あんま効かない。よし、これで半分減らす。で、種マシンガンかローキックのどっちか。種マシンガンで5発当たったら運よくいけねえかな。で、これ次回復しよう。これはちゃんと回復しなきゃ負ける。1、2、2発。え、しょぼ、ディズニー、何お前家族で喧嘩してんだよ。いいのもらっちゃった。技の威力も冴えてる。怖い、でも楽しい。こんぐらいのレベル感が結局楽しいかもしれない。ミックゾールで回復します。いいね。なんか今日ハラハラバトル一回もないのかなって思ったんだけど、まさかネモといよいよこういうバトルをすることになるとはな。アクセルロックね。基本的に30ぐらいか。いや、これ種マシンがいけるでしょ。3発いけるでしょ。 OK、 噛みついてくる種マシンガン。 OK、 2発。 OK、 いいよ、素晴らしい。さて、これはチェンジしてもいいかもしれないな。ポケモンを2回当たった。で、経験値もまあまあもらえるんじゃねえのか。いいね。お、何覚えるんだ。ハイパーボイス、ちょっと一回見ていい？ハイパーボイス。うるさく響く大きな振動。でも怒りの前歯がちゃんと強えかんな。これ種マシンガンも地味にあってもいい気するんだよね。ローキックもあっていいから、怒りの前歯ノーマル、いや、ノーマルでタイプ位置的には一か月にこれ覚えておいた方がいいかもしんないんだけど、じゃれつくも、あっても、ちょっと待って、ハイパーボイス、ごめん、あって思い出させるかもしれない。ヌメラ、ヌメラ、待って、入れ替えよう。あれ、ビッチャマンってさ、同じヌメラじゃないか。おい、やろうや。
同じポケモン同士でやろうや。ヌメラって同じじゃねえか、これ言ってこい、ビッチャマン。うちのヌメラバータス、あ、ヌメラじゃなかったっけ、こいつの名前違ったっけ。なに、一個下のやつ、一個下、あれなんか、うん、年の差の兄弟対決みたいになってる、姉妹対決だね、どっちかというと。さあ、うちのヌメラは、いや、ヌメラじゃないんだ、ビッチャマンって言わせてもらおう。ビッチャマンは竜の肌覚えてるけど、勝てるかな。いってらっしゃい。さ、なあ、よく耐えたね。おどげー、お前も持ってんのか。ただこっちのビッチャマンはもっと強い。お前のビッチャマンよりうちのビッチャマンはもっと強い。竜の息吹ぐらいでさよならしてあげましょう、グッバイ。楽しかったよ。もうちょっと成長してから お姉ちゃんに挑みに来なさい。ありがとう、ビッチャマン。来た。パモット。あら？パモットちゃんってなるんだったらうちのドンちゃんかな。パモットは、あ、違え。パモットってあれだ、電気に、え、でも電気じゃなかったっけ、やべえ。ペパー、ペパーだよな、パモットって。やべえ、あいつらに会ってなさすぎて記憶がどんどん失われてきてるみたいなところある。電気あったよな、こいつ。だからこう、あ、合ってるね。そろそろさ、ドンちゃんなんか穴を掘るとか地震とかそういう強い系覚えてほしいな。ナイスで、素早さ下げる。素早さ下げたとしても多分こっちの方が全然遅いと思うけど、そしてこっち食べ残し。いや、戦い方がうまい。ちゃんと考えて戦ってるもんね。はい、電光石火、いいよ。全然取られるのは仕方ない、仕方ない。 OK。 そして最後が、あんたんとこのニャオハになるわけだよな、きっと。そう考えたらうちニャオハ誰勝てるんだ。裏切り者たたり目。あ、ちょっと一回見ていい？たたり目の代わりに、畳みかけるように攻撃する。状態異常の相手に大きなダメージ。でもいらないかな、別に今は。うちのロトムは裏切り者はもうどんな裏切り者にでもなれるから。え、ちょっと待って、裏切り者で決めてえな。あいつ草だとしたらマスカーニャ。もう何言ってか全然わかんないけど、これ吹雪効くんじゃね。あれ、草って吹雪氷効かねえっけ。ちょっともうやってみて。行ってこい、ドンちゃん。行ってこいじゃないね、戻れ、ドンちゃん。あの、おもなかさん、おもなかさん、なんか何も楽しそうにしてないんですけど、大丈夫ですか、おもなかさん。トップ見てますか、私追い込まれてるでしょ。怖っ。来た、なんだこいつ。なんかもう立ってる立ってないじゃなくなってない、もう立ちすぎている。吹雪いけんじゃねえのか。さあ、裏切り者、見せてやろうぜ。テラスタルするなら今、トップの目も輝かせちゃう。来た、マスカニ。これ最終進化系だよな、多分。来た。うわー、なんか常人には扱えないんだろうね、このテラスタルっていうのが。今若干右腕持ってかれそうだったもんね。え、これ草タイプになってんだよな、多分。ひまわりが咲いてるってことは。行くよ、とっておき、しっかり耐えて見せてよね。めちゃくちゃ強そう。こいつ一発狙われねえかな。大丈夫か、大丈夫か。何この技、すごい、なんかおしゃれな技。ああ、急所に当たった、危ない。吹雪、吹雪、吹雪、いけ。当たんないんかい。吹雪って確かにちょっと当たりにくいイメージあるけど、待て、これはやられるわけにいかない。どうしようかな、トリックフラワーっていうやつばっかりやられたら困るな。回復しよう。回復して、相手の、いやー、ちょっと困るな。それうちの裏切り者が回復して戻っての繰り返しになっちゃいそうだな。トリックフラワーやめろ、それ。その技やめなさい。で、尺が長いんだ、その技。消え、そんなに急所当たる、ずっと。待て、もう一回回復しよう。ミックスオールがなくなっていく。一回これ、いや待てよ、これ変えてもいいのかもしんないな、下手したら。トリックフラワーって多分草だろ。ってなったらドンちゃんが耐えられないか。長いな、そのトリックフラワーの技の尺。え、乗るな、音楽に。え、え、確定急所。ちょっと待って、これ確定急所もしかして。裏切り者無理か。じゃあ裏切り者無理だと考えて、ちょっと裏切り者が頑張ったんだけど、
ディズニー回復させとかなきゃ。裏切り者の吹雪見たかったな。急に電光石火、お前そんなのあんのかよ。トリクラは使えってなったら毒にさせたい。毒にさせたかったらドンちゃん、もしくは吉田幸恵でまひらせることもできると。難しいところだな。あくびで眠り誘うのもありだし、キノコ2号もありだけど、ディズニーで行こう。ディズニーで怒りの前まで一旦ハム減らそう。まだそれが一番大事だ。行ってこい、怒りの前まで。来た。これ確定急所なのかな。やられないよね。ちょっと待って、待って、無双される。このトリックフラワーという気が狂った技に無双される。サチエ、ユウちゃん、サチエ、サチエ、サチエ、毒毒にして時間稼ごう。サチエちっちゃ、サチエちっちゃ。なんそれ、トリクラ使ってこないのかい。素晴らしい、危なかった。こいつに無双されるところだった。切り裂くはまあまあな、切り裂くはまあまあの、まあまあの急所率。なんかこいつ急所当たる技ばっか持ってんだ。おいネモ、お前そういう戦い方するんだ。なんか俺嫌いだわ。俺もっと堂々と戦うかと思ってた。何お前なんか急所技ばっか狙ってるみたいな感じになってんの。いやいや、毒にして攻めてる俺も良くないよ。でもお前がそうやって急所技ばっかしてこなかったら俺だって殴り合いしたかったんだって。俺だってブレイキングダウン1分間の殴り合いしたかったのにさ。そうやってそういう技やめろよお前。急所ばっか狙ってくる技やめろって。毒効く？急所当たんないよ。ここに来て当たんないよ。いいぞ、レトロ爆弾。はい、あー効果抜群でした毒は。はい、さようなら。じわ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 と減らしていくためにごめんなさいね。僕の勝利は、勝利は技ではない。私はミックスオレでお前に勝つ。さようなら。ミックスオレ一つで君は毒に耐えられずに終わっていくのだ。技では決めない、ミックスオレで決めるんだ。HP が光ったら電光石火をしようとしてるんだね。さようなら、バイバーイ。楽しかったよ。危なかった。下手したら無双されるんじゃないかって思ったよ。ありがとうございましたみたいな感じで腕下げてたな、あいつ。危ねえ、ヒヤヒヤした。ちょっとヒヤヒヤしなかった。あいつテラストルしてんだったら無理やりにでもそのなんだかフラワーやってくればよかったのに。ギョベベバのこともっと注目されちゃうな。でも強かった、楽しい。拍手してんだったらもうちょっと真ん中に立ってよ。ネモ側に行かないでよ。チャンピオン、ネモ相手にここまでの戦いぶり、見事な試合楽しませていただきました。トップさえ認めるポテンシャル、すごすぎ。私もうかうかしてられないよ。初めて会った時からなんとなく分かってたけど、ギョベベモなら絶対チャンピオンランクになる。残りのジムも絶対大丈夫だから。私もそう思います。未来への投資としてこちらを受け取ってください。投資？何？20万円渡されたみたいな。ってなっちゃうね。ギョベベもそんな大金あったら全部セリに使っちゃうよ。テラバースト、知らん技、知らん技だから、なんか喜んでいいのか喜んじゃダメなのかもわかんない。でもギョベバは喜んでおけ。何テラバーストって。技の説明、テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高い方でダメ。わかりやすい、わかりやすい、都合のいい技マシンくれた。これ絶対後々に作れましたよね。おもなかさんが作ったみたいになってない？テラスタル状態で放てばテラスタイプに応じて技のタイプも。へぇ、これ攻撃高いやつにこの技を覚えさせるのもありだよな。ギョベベボトならいずれ最高の勝負ができる。私ももっともっと頑張るね。ありがとうな、ネモ。楽しかったよ。友情、応援、それとも期待でしょうか。いえ、きっと彼女は確信しているのでしょうね。これに？これに何かを確信してんの？これに？
先ほどのジムまでお送りいたしますね。優しい、すごいなんかできた女性大人、好き、やべえ、みんな好きになっちゃう。どうしよう、このポケモンに存在する世界の人たち全員好きになってっちゃう。一人になっちゃった。おもながさん、せっかくならな、一緒にご飯とか行けばよかった。お前何すぐリラックスタイム入ってんだ。ちょっとじゃあこの流れで近くに悪組のアジトあるから。悪組のアジトさ、あんま町と近くない方がいいんじゃない？なんか意外と仲いいのかなって思われちゃうよ。スターダン赤組ボスチームセギン、ピーニャ、ピーニャ、あ、悪タイプのポケモンは最近育て始めたので戦いやすい。誰の感想なんこれ。昔は生徒会長をするほど真面目で規律正しかったが、とある出来事をきっかけにチャラく振る舞うようになった。で、違うんじゃない、チャラく振る舞うことによって誰かを助けることにつながるみたいなさ。面白そう。ピーニャ、お前を今からボコボコにするわ。なんだあれ、ポケモンじゃねえの。うわー、これかい、これよくわかんねえんだよな。これなんなんこれ、黒くてまがまがしい。くい、このギョメメモも何だお前、なんとなく抜いちゃっていいかの感覚持ってんの。町の守り神かもしんないだろ。何事もなかったからのに去るな。危ね、見逃さない、俺は見逃さないぜ。クロロの死闘と同じぐらい見逃さないぜ。ミストフィールド、あんま多分使わない。なになに、なに、なになになに、もう何してんの。ぐちゃぐちゃだって、ぐちゃぐちゃだったって今。降りたり乗ったり飛んだり降りたり、久々だな、ギョベベボ。好調ですよね。今の俺は寝る気だ、そういうことにしといてくれ。いい機会だ、この前話しそびれた続きを聞いてくれ。俺がスターダスト大作戦をしているのは、スターダンの問題と謎を探るためだ。スターダンに入っている生徒たちの不登校の理由を知るため。ダンを解散させたいカシオペアと利害は一致してるしな。なんか久々にここ来たからちょっとストーリーちょっと忘れてんの。実際ギョベベボとスターダスト大作戦に加われてスターダンに近づくことができたし、ダンの奴らと話して分かってきたこともあるんだ。だがもう少し情報が欲しい。そのために残るチームのスターダンたちとも話がしたいんだ。お、全然いいっすよ。アジトに挑むなら力がすぜ。またな、キョビウェボ。いらんかったな、今の時間別に。クリックリな目が見えてたぞ。助けて。なんかさ、校長も、ネルケさんもさ、戦ってるところ見せてほしいよね。普通に横で一緒に戦ってるところ。なぜ乗った？正々堂々来ましたけど、スッとな、目の前真っ暗になるな。はいはい、ストップ。この先僕たちスターダン悪組、通称チームセギンのアジトです。そうそう、不法侵入とかさ、勘弁してほしいわけ。あ、このグラさんじゃ騙せなかったか。星グラさんだったら騙せたかな。ごめんね、帰ってくれねえなら追い返さないといけねえんだよ。あれ、もしかしてだけど、あんたギョベベボ、あれ有名、スターダンに喧嘩売って指名手配中のやつだったり。そうかも。そうかも。なんだ、正直すぎてちょっとびっくり。あんたが何者でも帰んな。さもなくば私に負けていきなよ。勝ちまーす、あります、スタンプ細胞。あー、生意気、不眠じじと思い知らせてやる。俺スターダンのバトルの BGM 好きなんだよね。遠いな距離、結構それやめろ。あ、この BGM 好き。スターダンの戦いの、この戦いの BGM 一番好きかもしんない。戦い BGM だと。ちょっと音上げよう。ペレプレストペーデーペレプテスペレプテストペーペあ、やっぱじゃれつく残しといてよかった。弱いなー、さすがにここはボコボコのボッコちゃんで終わりそうだね。まあそもそもスターダンでそんな強いイメージねえからな。弱っ、一掃させてもらうわ。強くてさらに生意気、もうちょっと長い時間聞きたかったな。やる？ああ、悔しい。
あとは先輩よろしく。あ、もう一回聞ける。じゃ、お疲れ様でした。それやめろ。ちょっとやってみようかな。俺もあの形で、久しぶりに会った友達とかさ、お世話になった人とかと、なんか帰り、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。帰った後裏で悪口言われてそう。先輩？先輩？あの子最近入ったんだけど、かなり態度悪いんだよね。先輩？先輩、突然の愚痴、突然の愚痴。はあ、僕は今からアジトに帰って仲間に連絡するよ。みんな総動員で襲ってくるからさ、まあ逃げるなりなんなり頑張ってね。お疲れ様でした。先輩、いい人、先輩がただのいい人。ラタラタラ、その口やめろお前、その口もやめろ。久しぶりカシオペア。もうなんとなく正体分かってきちゃってるけど。見張りに対処できたか。はい。そこを根城にしているのはスター団悪組チームセギン。ボスのピーニャはスター団のまとめ役で BGM 担当でもある。カシオペアちょっと笑ってたよ今。 BGM 担当ってみたいな感じの、そんな感じの言い方してたよ。BGM 担当って何？頭が切れるピーニャは宣戦布告にも動じてないはず。下っ端たちでこちらを消耗させてから襲ってくるだろうな。計算高いタイプには成功法で攻めるのがいい。ピーニャが現れるまで下っ端のポケモンたちをひたすら倒していくんだ。準備ができたらゴングを鳴らして大作戦開始。チーム責任に勝ち込んでくれ。行ってきまーす。まあ、ここら辺はサクッといけるんで、パパパッと進んじゃうわ。行くぜ。はい、もう誰でもいい。3匹目だろうが1匹でもいいわ。なんだったらよろしくお願いします。先輩いんのかな。お前さりげなく一緒に来るな。なんかいいよ、イカネズミだけ出なかったか。とうとううちのアジトにもスターダスト、やってきましたよ。他のチームの敵を取ってみんなで輝きましょう。10分以内にランダムポケモンを30匹倒せたらボスもお前も認めるかもな。優しいルール説明、毎回のルール説明。はい、行ってきます。 GO! Let's go! もう一本、はいよ、行ってらっしゃい。ディズニー以外にもドンちゃんも行っちゃって。てかこれ多分絶対に勝てるんで、30匹くらいまでもうカットしてもいいですかね。ポケモン探すのも、おいおいおい、戦う気ねえのか。こんにちは。あと1匹らしいんですよ。うん、すごいすごいすごい来てる。なんかもう懐いてるまであるけど、誰にしよっかな。じゃあ真ん中の君。他の2人はやんなくていいよ。やってる。どちゃん、どちゃんが無駄に接触を繰り返してた。俺たちはかなわね、ボスを呼んでくるんだ。来た、 BGM 担当。じゃあちょっとおしゃれな BGM 流れんのかな。何度見てもいいな、このチャリこの車。ミラーボールがついてる2階でかいの。うわすげえ、なんかマックいじってる。スター団悪組ピーニャ、いいじゃん、シャレオツじゃん。てるてるてんでんでんでばばらばばん。ねえ、うん、なんか後半に行くと労働時間がゆっくり長くなってくな。ド派手に割ってくれるじゃん。侵入者ことギョベビャボくん。僕はピーニョ AK DJ アクジ。なんかお前の上位互換みたいなさ、とんでもねえラッパーと俺も戦ったぜ。ま、好きな方で呼んで。ま、そっか、こいつは DJ なのか。早速だけどここで潰れてよ、レクイエム流すからさ。お前ウボさえのレクイエムか。さあパーティーのスタンバイ、永遠にチルアウトさせてやるよ。始まるんだね、よろしくお願いします。かっこいい、なんか弾丸論破の最終章みたいな BGM 流れてた今。きた、スター団のピーニエが勝負を仕掛けてきた。やっていこうぜ。いいね、なんかこいつ現代っ子の感じ出てんね。片手にパソコン持ちながら戦うでいいのか本当に。
さあ、オタクのレベルはどれぐらいだい？多分20ぐらいだろう。スターダーに喧嘩売るなんて君ってマジ命知らずだよ。あいつ BGM 使いながら戦おうとしてる。ローキック入れてやっか。わじゃーお！困ったな。何もせず終わったぞ。おい、プロロームで、ね、おい、ピーニャー、ポケモンみたいなパソコン見ないで。僕のライブはここから BPM 上げてっからさ。こいつだっけ、ブロローム、ブロロロ、ブロロロームだ。あ、もうブロローム出てくんだ。まあ、ローキックすっか。金属音聞かない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 。これが防御下げるんだっけ、特防か。はい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 、ローキックで。いや待って、怒りの前まで半分減らせばよかったな。怒りの前まで半分減らすか。体力あんだよな、体力あるんだよな。でも怒りの前歯が強すぎて。来たね、はい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 、はい、一気に減るんだよこれ。俺ね、盲点だと思うよ意外と。触りは OK、 飛ばしていくよ。侵入者行こう。え、半分食らってるこれ。え、今半分食らってったのか、わかんねえ。だったらローキックでもっと素早さ下げてもいいかもな。バークアウトしてくる。でもこっちの特防が下がるだけだったら、まあちょっとずつ下がってるけど、相手の素早さ下げるのでけえと思うから、そろそろ先行取れるんじゃねえのか。これディズニーだけでいけるな。ディズニーだけでいこうぜ。素早さ下げる。さあいいだろう、バークアウト VS ディズニーのローキック。バークアウト VS 特防が下がるから、そろそろやれるかもしんないけど、ローキックでいくよ。いけ、はい、あと一発。耐えろ耐えろよ、ここで耐えろ。殴り合いだ、回復は使わねえ。いざ6体だ。さあさらばよく頑張ったねセギンスターモービル。そのバークアウトは特殊技だったのかな。さようなら。簡単簡単、まあここは時間かけるところでもなかったようだな。ピーニャ、スター団で今のところ一番弱えわ。すごい短かったな。あ、かわいい。今どっちかわいいって言ったと思う。今ギョベベバの方言ったとみんな思ってるでしょ。いや思ってねえか。まあこんなもんか。生徒会長だったんだもんな。で急にチャラくなって、あ、階層入る。1年と数ヶ月前。まあこんなもんかな。すげえ、同じセリフで始まってる。来た。気になるやついるんだよ一人。とてつもなく一人気になる見た目がいるんだよ。どうしたのピーニャ。マジボスに相談されてたことがだいぶまとまってきたんだよ。相談？何のだよ。まずスター大作戦のこと、あとは団の掟だね。最近仲間増えてるじゃん。だからルールっていうか掟が必要って話になってさ。へえ、ピーニャ君ならいいの思いつくんじゃない。いや、それ超プレッシャーだし。僕が反感買ってた理由は生徒会長してたから知ってるっしょ。バチバチにウザ高速作って生徒の反感買いまくってたもんな。あー、それでちょっとなんか、あ、生徒たちにちょっとなんか邪険に扱われるみたいな感じになってたのかな。生徒会長うざいみたいな感じのさ。すぐ誓うやつに交代した。えっ、生徒会長ってそんな簡単に変わるもんなの。同意でござる。襟足の長さは3センチまでと、正直うざさの極みでござった。この仲間たちからもうぜえと思われてんの面白えな。襟足の長さ3センチかだったっしょ。だから僕が掟とか向いてるはずがないんだよ。でもさ、団員の面倒見てるのって大体ピーニャじゃん。みんなピーニャ君を頼りにしてるし信頼してるよ。今のピーニャが考える掟だったら俺も聞いてもいいと思うぜ。同意。はいはい、分かったよ。やるよ、やりますよって。はあ、まあ自分の役割は全うしたって感じなのかな、ピーニャも。だからもう悔いないっていうのも取ろうと、そういうふうにも捉えれるよな。やれることは十分やったよな。自分で作った掟だし、潔く団を去るよ。僕の証
ダンマッチもらってくれる？だ。いや、多分今までで一番普通の写真よ。今までで一番普通の写真なんだけど、なんか本当にギョベベボってさ、本当になんか腹立つ。なんか、多分今回に関しては絶対グラサン外してた方が良かった。グラサン外していい表情を見せた方が絶対に良かった。たった一つのグラサンが全て壊している。ついでに、イカしたワザマももらっときなよ。ワザマシン062、イカ様。イカ様、説明見さして。相手の力を利用する。戦っている相手の攻撃が高いほどダメージが上がる。ああ、俺にとってはこれ大事かもな。レベル高いやつと戦いてえから。あこれでパーティーもジ・エンドか。それにしても君のポケモンみんなヤバすぎっしょ。それってアカデミーで習ったの？覚えさせた技とか育て方とかさ。違います。君ってアカデミー行ってて楽しかったりするの？でもどうなんだろうな。正直授業は普通に俺結構途中途中まで最後まで聞いてるから、ここは別になんか無駄にね逆張りする必要ないし、授業は楽しいからな。へえ。ふーん。あんたがピーニャか。生かした髪型の飛び入りゲスト。ポケモンの技だとダメ押してきな。あんたと少し話したい。ぎょ、ネルケ校長、ネルケさん、そのリーゼントのところグインってやるのあんま良くないと思うよ。イメージがなんか面倒そうだけど、暇になっちゃったし、オッケー。わかった、ストレートに聞こう。このままだとあんたたち全員退学処分になるんだろう。なぜスター団を改ざんしてアカデミーに行かないんだ？そこ聞いちゃう？僕らは連れを待ってるだけ。帰ってくるかわかんないけど。あ、これもしかしてマジボスかな。つれ、大事な仲間か。スター団で一番強いボスさ。トレーナーでいうトップチャンピオン的な。みんなで団を作ろうって誘ってくれたマジボスって人。そのマジボスは今どこに？ネルケ、さりげなくいろんな情報引き出しまくろうとしてんな。それが分かれば苦労しないよ。1年半ぐらい連絡もつかないしさ。でもみんな待っててくれるんだね。やっぱ人望があったんだろうな。スター団を辞めずにいたら連絡来るかもって思ってたけどね。先生たちは団辞めろってうっさいし、君らみてえなのが出てくるし、むしろ見捨てられちゃったか。マジボス団解散したがってたし。あー、もうどんどん一致してく。カシオペアとマジボスがどんどん一つの存在になってく。ススススッって、点と点が線じゃない、点と点が一つの点になろうとしてる。マジボスやスター団がそんなに大切なのか。そんなの当たり前っしょ。アカデミー的に言うと宝。なんかでも今までで一番弱かったけど、一番ちょっとグッときたな今のところが。宝か、大事なのだな。はい、歩き出してくださいじゃないのよ。無駄に止まっとくな。死にかけのふりをすんなお前。ギョベベボ、ピーニャからボスなんかしダンバッチをもらったようだな。へい兄貴。うむ、確かに。これでボスがいなくなった、チームセギンは崩壊寸前だ。ピーニャ、友達の思い出し方。すまない、いろいろと思うことがあってな。ギョベビャバ、その眉毛戻しなさい。もうそうです。これで残るアジトは2カ所。スターダスト大作戦は順調だな。ギョベベボにはこの作戦の最終目的を伝えておきたい。それは5人のボスを集めてスター団を作った真の黒幕、マジボスを倒すことだ。
キョベババ言っちゃえ、ここで空気を待つ。いやいや、カシオペア、お前じゃんって。もうすごい、なんかあっけらかんとしてキョベババ言え。え、マジボス、お前じゃんって。どんな人？マジボス、どんな人か聞いてみる？自分のことをどう例えるんだい？5人のボスを率いる謎の人物、カリスマ性抜群、その正体は一切不明だ。奴を倒し解散を宣言させればスター団は完璧に終わる。目立つことを嫌うマジボスはアジトを持たず正体も隠している。だがボスが全員引退すれば表舞台にきっと現れるはずだ。何お前カッコつけてんだよ。約束の報酬だ。キョベババのスマホに LP をチャージしておこう。ありがとうございます。技マシンで作れる、ありがとうございます。強い技を覚えさせて今後に役立ててくれ。まもなく補給班もつくだろう。補給班ね。お前だと思ってるからね。俺はもうあなたお前だと思ってるからね。うっす、キョベババ。うっす。なんか深刻な話してた。あげーす、ウケケ。あなたには聞いてないって。お前が一番怪しいんだよ。うわ、なんかもうEVがボロボロになってる。EV、 俺はお前をきっとカバンから元の姿に戻してやるからな。ボロボロになってるもん、EV が。なめた。あー、なれ合うな。え、びっくりした。今ので終わりかと思った。ネタボタン、お前もしかしてワンパンで黙らせたか、うちのコライドンちゃんを。コライドンちゃん、これ寝てるように見えるけどうずくまってるんじゃないか。うーって。黒幕の存在、カシオペアからうちも聞いた。いや、お前が関わってんの絶対おかしいんだって。そもそも急になんでお前なんだってなってるから。スター団の創始者、諸悪の根源、そいつを倒さないとうちの宝は失われちゃう。うち、ミソノの言い方、どういうこと？あ、いや、その報酬忘れないうちに。うん、その、うんの渡し方、隣のトトロの傘渡してもらうときと同じ。キョベババはポケモンの落とし物をたくさんもらった。ありがとう。じゃあ渡したから。いいブイ。キョベベボ、負けないで。謎の間、イブイ、助けてやるから。負けないで、謎の間。謎の間がもう重要人物感がグググって上がってきてる。ちょっとさ、もう結構いい時間やってるから終わろうと思ったのよ。3カ所もあるっつったけどね。でも久々だし、みんなね、なんだかんだポケモン楽しみに待っててくれたから、やっぱやるわ。いい時間、2時間ぐらいやってるけどやるわ。このもう一箇所主、3箇所やって今日スペシャル番組で終わろうぜ。大空の主を探そう。これどんぐらい強いんだろうな。飛行タイプなのか。未確認情報、大空の主、翼くん、近づかなければ無害なポケモン。じゃあ近づかなくていいんじゃねえのか。西一番エリアで山から岩が落ちてくる現象が発生中。大空を自分だけのものにしたい。可愛くない？大空を自分だけのものにしたい。絶対に不可能だろうけど可愛くない？主の仕業ではと噂されている。大空を自分のものだけにしたい主の仕業だよってことね。山頂を目指すのは大変だが、主自体の危険度は、あ、これは弱いやつだ。だからギョベベも頭揺れすぎじゃない？大丈夫？今日あれだな、金ピカポケモンになかなか出会わねえな。俺金ピカポケモンと出会うのワクワクして好きなんだけどな。ここら辺もマンキーとかちょっとレベルは下がるんだね、やっぱり。あ、すげえ、風車だ。オランダか？ん？ストップ。あれだ。あれだな。早いな、見つかる。岩落としてる。でかっ。岩落としてる。うんこみたい。
何ここでララ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 ここでペパーか。よーギョペパー、この岩山のどっかに、おー、対空の主なんだ。これ俺普通に大空翼のイメージで大空って言ってたわ。対空の主がいるらしい。じっくり探そうにも山からでっけえ岩が転がってきて、危ないちゃんなんだ。危ないちゃんやめろその言い方。岩に当たると勢いでぶっ飛ばされちまうけど、あいつにライトすれば踏ん張れるぜ。ライトすればいいんだね。まあ俺飛べるからな。もう行こうぜ。まあここら辺の敵は光ってるやつもいないもんな。ピーププルプポロペパーサラパピロペパーブードペラトパラチタタタラタタラタタッペッド。あ、この風車の方はまた別の場所なんだな。こっちがそれっぽい。どうやって登ってくんだこれ。あっちにジャンプできるってことか。生き方が臆病ミント。登れるこれ。あ、普通に登れる。登れ登れそう。飛べ飛べ。いった。うわー跳ねた。いたた。あれ、キールキール、キーます。皆さん、キンがいます。誰、ちょ、降りていい。え、なんかでかくない。でかめ、でかめの人います。でかめの人いる、でかめの人いる。25か。揚げもゲットもしてる。いらね。これでもうちょっとまっすぐ行って、あーなんか見えた、今消えてる岩見えた。あらら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 らあららら、ちょっとぶつかってみていい、一回。うわっわっほー笑えない怪我。ギョギョも笑えない怪我。今のはもう笑えない怪我してたから、ギョギョも。危ない危ない。まったく舐めやがって。こっちはブレアイやってんだっつーの。こんなの買わせるよ簡単に。なんだったらこっちから行けんじゃねえか。ここちょっとグッて登って、もうちょっと高いジャンプ、こっから行けんだろ。落ちんなよ。そうだ、素晴らしい。こっちのルートから行くのが早い。落ちんなよ。落ちる落ちる落ちる。結局正規ルートから行くのが一番早いということが分かりました。どっちが来る。はい、かわすかわす。走れ、ここは抜けるべきだ。オッケー、目的地到着。どこにいるんだ。いるだろ、もう影がもう思いっきり見えてるだろ。でかっ。あ、でも俺こいつゲットしたよ。行ってこい。ストーク。変な鳴き声。まずじゃあ半分減らします。どんぐらい強さ的には。これだいぶ差があるんじゃないかな。だってそんな強くないみたいなこと書いてなかったっけ。はい、じゃれつきまーす。あた、待って、じゃれつくって90なんだっけ確か。そんなに強くないな、これ強さ的に。じゃれつきまーす。強ー。もう終わる。これ本当に序盤に来るところなのかもね。下手したら一番最初とかに来るところかもしんねえな。はい、開けまして。遅いってそのリアクション。カメラ回ってからやるな。近距離で食べてる。よくここ分かったな。ギョベベボ、主にたどり着いたんだな。あいつが対空の主。岩を落としてたの主だったのかよ。ギョベベボが引きつけてくれたから岩なく安全に来れたぜ。秘伝の直視パワーで強くなったらみてえだ。ギョベベボ、決まってくぞ。これどうなんだろうね。ペパーの手持ちもちょっと強くなったりしてんのかな。前回もうペパーの手持ちがやってくれたみたいなところあるからな。俺ほぼ何もしないで。ペパー、お前そこら辺で連れてきたやつすぐ使うなよ。ちゃんと思い出あるやつ使えよ。でっけーでけー。対空の主、落とし通り19点。怒りの前歯。岩を落とす危ないやつにはしょっぺー兵木召し上がれだ。まずい、当たんない。いやー、ちょっと当たりにくくなってるな。誰に来る。俺にイチャモンをしてきたっていうことはイチャモンをつけられて岩落としは食らうんじゃない。当てろ当てろ当てろ。お前の存在意義がよく分かんなくなるぞ。イチャモンつけられたので
同じ技が出せる。なるほど。じゃあじゃれつくしかない。じゃれついても結構食らうんじゃない。お前が決めんな。俺今回に関してはお前が決めんな。どう見ても俺のおかげだっただろう。喜んでる。虫ポケモンの落とし鳥との勝負に勝ったね。秒殺？秒だったね。本当に秒だったかもしれない。でもちょっとずつレベル上がってきたな。これあと、もうそろそろもしかしてうちの元々のいたねパーティーちゃんたちと合流することになるかもしんねえな。よっしゃ、じゃあベベボ、お疲れちゃんだぜ。お疲れ。これでもう危ねえやば、落ちてこなくなるんじゃねえか。一緒に行こうか。さて、前回も結構早めに回収できたからまた元気になるのかな。あいつが食ってた秘伝スパイスはこの中にあるはずだ。戻ってこのうちにちゃっちゃか調査しようぜ。ちょっと俺のタイツに触れてね。触れてくれないと逆に滑ってるみたいになるから。お、おめえなんだそれ、カッパかとか言ってくんねえかな。どこだどこだ。いつもと同じ構造の洞窟あったね。緑色か。何かと同じ色じゃない？ペパー、この緑何かと同じ色だない？俺の足元見て。やったぜ、発見。スパイスちゃん。苦スパイス。苦味ね。苦いの好き。この形、色艶、すっげえまずくて、でも体に良さそう。何？本によると、苦スパイスは血行促進、血の巡りを良くすると、体をポカポカ温めて免疫効果もアップ、とのことだ。早速、調理開始だ。料理人ペパーだな。当たり前のように横歩くな。あれはずれっ、やれ。お待ちどうさん。食べて健康、ヘルシーサンド、お上がりよ。友情の虫バッチを見つめながら食ってくれ。いただきます。もう触れない、もう触れない。いや、触れていい。過去一曲がったね、眉毛。過去一眉毛曲がったな。その時の目見たかったわ。お前なんでグラサンかけなくていい時にかけててさ、ずっとかけるっていう時にかけてないの。この流れやめろお前。洞窟の中ぐらい外せ。あげーす。うちのコライドンちゃん元気だからな。下り見るね。何度も見たい。やっぱりコライドンちゃんにあげない。まだ待て待てを覚えさせているんだ今。待て、いいよ。ギャース。マフティブもほら、ちょっとずつ元気になってるもんな。マフティフ、逃がスパイスだ。あぐあぐ。この時のね、ペパーの表情が一番優しいんだよな。おおおお、最高な食いっぷりだな。あだ、一口元気。まだ足りない。あげー、怖い。あ、そっか、こいつ。ここで、いや、もっと早いタイミングで絶対に覚えれた。でも俺一番嬉しいかも。もう俺何回お前溺れるんじゃの下り。あ、でも寂しいかも。もうあれ見れなくなるってこと？ボチャンの下り。元々の身体能力が少しずつ戻ってきてるのか。でもバトルフォルムに戻れる気配は全然しねえな。おぎゃーす。体は元気そうだけど、なんか精神的な理由で本来の姿に戻れねえのかな。精神的な理由、心の傷、トラウマだっけか。どっかの本で読んだんだ。過去にあったってことか。戦いで怖い体験をしたから戦うのが怖くなったのかも。
まあ、そいつも、マフティも、いつか完全回復するんだろう。スパイスの効果、マフティフはどうだ？あー、おー、ごめんごめん。毎回ちゃんと元気になるとは、限んねえよな。ああ、そういうこともあるんだ。全部のスパイス、いろんなスパイスを与えれば与えるほど元気になってくったわけじゃないのか。効果がすぐ出るってわけでもないし。バフ。大丈夫だ。安心しろ。俺とギョベベボが絶対元気にしてやっからな。残りの一つが最高のスパイスに決まってる。あと一個か。きっと。きっとそうだ。ギョベベボ、スパイス探しの旅も次でラストだ。気合い入れて探すぞ。えいえいおお。あげゃ。バフー。ギョベベボだけ冷めてる。ふざけてない、うちのロトム。ハロー、ギョベベボ。こちらオーリム。これ。なんでお前そんな自信満々の表情に変わったんだよ。お前今日だけで何があった。あんなにしょぼくれてたのに。また一つ本来の力を取り戻したようだな。ライド状態であれば水上で波乗り移動も可能になったようだ。水の上を移動できる。そうか、もう溺れねえのか。引き続きコライドもよろしく頼んだよ。じゃあ波乗り見て終わろうぜ。あっちゅう間だったな、そう考えると。よいしょ、こっち行って、もう一回、もう一回飛べ、もう一回飛べ。よし、行くぞ行くぞ。ふぅ。さあ、私は波乗りをするために生まれたようなもんだ。コライドちゃん、初めての波乗り、この綺麗な海、光っている、反射しているこの綺麗な海に落ちようぜ。落ちてる。やっと俺は波乗りができるんだ。嬉しい。幸せかもしれない。飛ぶのをやめてる。波乗りだなんかダサくない